安吾能面の秘密お常は目の見えないあん馬だチビで不美人だが朗らかな気質でおしゃべり好きであん馬の腕も確かだから旅館謎もひいきにしてくれるその日は朝のうちから予約があってかねてこれもお得意の野田家から 夜の9時ごろ来るようにと話があった野田家へ呼ばれるのは奥様の御用の時とお客様の御用の時があってお客様は大川さんの場合が多いこの日も大川さんお常が9時15分ごろ行った時には食事の終わるところで9時半ごろからもみ始めた食事は本体だが大川さんの寝るのは別館で 本館に比べればよほどこじんまりした洋館であった野田といえば昔は大金持ちだったそうで本帝などはどんな旅館も及ばないくらい豪奢なものだそうだ茶室と能舞台など国宝級のものを買い取って運ばせたもので5000坪ほどの庭園もあった熱海で今もこれほどの邸宅を旅館にもせず持ちこたえられていたというのは 莫大な土地や山林を所有していたからで少しずつそれを売って非常に贅沢な生活をしていたそういうようで時々見えるのが大川と今井という2人の男大概2人一緒に来ることが多いようだ2人はここの旦那の生前に秘書をしていたそうでこの日は大川さん一人のようであったお常が別館へもみに行く時 後で奥様もお願いなさるそうですからみ次第来てくださいと女中さんから話があったこれもいつもの習慣だ今井さんはまだ若いからあんまを取らなかった大川さんは少量の酒で気持ちよく酔う人だったしかし寝る前に睡眠薬を飲むので4 5 0分もむうちに大いびきで眠り込んでしまうこの日もそうだった この人は変わった人で、お前のようなまずい顔でも酔ってあんまを取るうちにはとかく変な心を置きやすいものだからその壁にかかった鬼女の面をかぶってもんでもらうことにしようこういう妙な習慣になっていた昇進で用心深い人なのだろうそのくせあんまは強くてもっときつく もっと力いっぱいと催促されるのでこういう人をもむと何人前も疲れるからあんまには苦手な客だおつねは大川が寝込んだのにほっと一安心鬼女の能面を外して卓上へ置いて部屋を出たおつねは目が見えないながら勘のよいのが自慢だから行きつけの家や旅館に行った時には女中たちに案内されるのが何より嫌いだ 私は勘がいいのよ一人で大丈夫どこへ行ってもこう言わないと気が済まないもちろんどこの女中もそれが決まりになっているから案内に立とうとする者も,もいなくなっていた野田家でもそうだ壁に手探りで進むから足音もなくか,らかみを開けるすると奥の部屋から奥さんの声でおつねさんかい そうです。ちょっとそこで待っててねはい誰か人がいるらしい奥さんはあまり人に聞こえないように声を低くしかし力を込めあなたの厚かましさにはもう我慢できなくなりました今までに1000万円はゆすっているのですよ 私ももう67にもなりましたから、名誉ぐらいどうなってもかもいません。もう絶対にお金はあげませんから、私の秘密を触れ回ったがいいでしょう。第一、窓の外から夜中に戸を叩いてゆする謎とは何事ですか。さっさと行きなさい。あとで後悔しますよ。 窓の外で含み笑いしてこう捨て台リフを言う男の声が聞こえた奥さんが窓の戸を閉めたので男は立ち去ったらしい大川さんではないようだとおつねは思った彼は熟睡しているし男の声は低くてよくも聞き取れないぐらいだったが大川の声とは違っていたようだ来客は一人の様子であったが この帝内にいる他の男といえばそれは息子の幸之助か庭番のじいやだけだ幸之助は南方の戦場から足に負傷して戻ってきて足を引きずっていたこの二人にはおつねはほとんどなじみがなかった奥さんはおつねを奥の部屋へ呼び入れて飛んだところを聞かれましたねこのことはくれぐれも。 人に話してはいけませんよはい、決して言いません大川さんはお休みですかはい、高い引きでお休みでしたそうそれからおつねは奥さんをおもんで出たのは十一時半ごろであったいつもならその時刻だとまた行きつけの旅館へ顔を出してみるところだが この日は大川をもんで疲れたので師匠の家へ戻って今夜の野田さんは鬼女の面の旦那だからとても疲れたんです休ませてください客の席ではさすがにこんな話まではしないのだが師匠の家では随分ひどい話も打ち明けて茶飲み話にし合っているそこでこう言って休ませてもらい疲れた晩の例によって5尺ほどの酒を飲み 野田の奥さんは誰かにゆすられているんだよもう1,000万円もゆすられたらしいよ鬼女オの面の旦那じゃないけどねと今しがた人に言ってくれるなと頼まれたばかりのことまでおしゃべりしてしまったそして五君の酒によい気持ちになってぐっすり寝たからおつねはその晩の火事を知らなかった 火事のあったのは野田家の別館であった山の手の水利の悪いところだし広い庭の中でホースが届いて水が出るまでに随分手間取ってしまったそれで別館1棟だけがきれいに焼け落ちてしまったが焼けた中に1人の男の死体が発見された2部屋に布団が敷かれていて死体の方は1つである 死体の部屋が火元らしくこの部屋の2つのドアには鍵がかかっていたことが焼け跡の調査の結果確定した廊下に面したドアには内側から隣の部屋に通じるドアには外側からそしてその隣室にも布団が敷かれていたのである死体は大川であった密室の死体であるからタバコの火の不始末か自殺かと 一応結論が出かかっていたのであったがたまたまお常のあんま宿の向かいに新聞記者が住まっていたそしてこの記者が現場の取材から戻った途端に女のあんまと近所の人の立ち話を聞いてしまったのであるあのうちにはお常さんがゆうべもみに行ってたんですよその人が妙な人でねお常さんのような豊島の不美人でも 酔っ払ってあんまを取るとおつな気持ちになって困ることもあるからと顔に鬼女の面をつけさせてあんまを取る例なんですってねところがまたおつれさんはあそこの奥さんがゆすられているのを聞いたんですって「今までに1,000万もゆすられているからもう嫌です秘密を方々で言いふらしなさい」ってねすると男が「今に後悔しますよ」 と恐ろしい声で言ってたそうですよこの記者は東京のサル新聞の社員だ今しも現場から戻ってきて本社へ平凡な過失死らしいと電話したばかりである殺人なら大記事になる温泉町ではこうした記事が大いに話題になるからその方面に敏腕なのが揃っているものだ近い頃 関東の農家で似たような8人殺しがあって全国的な話題となったばかりであるからそれこそ徳種と喜んだそのおつねさんは今どこにいますかまだぐうぐう寝てますよもう10時を回ったじゃないかあんまはそれぐらい寝ても毎日毎日疲れきってる商売よそこで記者は オツネに面会を申し込んで叩き起こしてもらったそんな大事件が起こったと知るとおつねは顔の色を失ってしまったそんなこと新聞に書かれちゃ大変だよまさかそんなことが起こると知らないからうかつに喋っちゃったけどさもう何を聞かれても答えないわよ答えてくれなきゃおひれをつけて書くだけさ君が悪事をしたわけじゃあるまいしむしろ君は 一躍有名になって日本中に名を知られるぜ君を悪く言うどころかすごい名探偵だなぞと人がもてはやしてくれるぜどうしても書くつもりそれが僕の商売だものこれが書かずにいられるものかいそれじゃあ仕方がないわねとおつねは昨日聞いたこと経験したことを辻記者に語ったが 何分にも目の見えない人間の話であるから肝心なところが一本釘が抜けているような塩梅だ大川という人君にゆすりらしい話をしたことがあったかいまさか自分はゆすりですっていう人ないと思うわよすると君は大川が眠ると部屋を出たんだねその時鍵をかけずに出たわけだろ当たり前さ 大川の隣の部屋には誰が泊まっていた誰も泊まってる様子はなかったけどねところが隣室と同じように布団が敷いてあったらしいのだがねそれじゃあ今井さんかな大川さんと今井さんはおそろいで東京から来て泊まることが多いんだがね私はしかしゆすりの男が今井さんだったというつもりはないんだよ 大川は君に鬼女の面をつけさせてあんまを取るぐらいだから時々みだらな素振りを見せたかいそれぐらい用心深い人だからそんなことしたことないに決まってるよそんなことまでに尾ひれをつけられちゃ困るじゃないか注意しておくれいやすまん君に変な素振りをするようじゃ野田の奥さんと何があっても不思議じゃないと思ったからだよつまり隣室の布団が 奥さん用かという意味さバカバカしい辻はそのほか多くのことを聞き出したがあんまの観察だから確実と見てよいものは少なかったやや確実なのは次のことだおつねは9時半頃から10時半頃まで大川をもんだ大川は酒と睡眠薬を飲んだと語っておりあんまの途中に大いびきで眠った おつねは布団を直してやり面を卓上に置いて鍵をかけずに部屋を出たがタバコの吸い殻がどうなっていたかはわからない大川はあん馬の最中タバコに火をつけたことは確かだがそれが何かに燃え移った気配は感じられなかったおつねは鼻の感覚が敏感だと自称している大川の部屋を出るとおつねは本邸の奥さんの部屋へ行った その時奥さんが窓の外の男にゆすりを拒絶していたが相手の男は誰かわからない11時半頃おつねは退去したが火事が発見されたのは1時47分である消火後の調査では大川の部屋のドアの鍵が全部かけられていた大川は窒息後に焼死したらしく他殺を受けたような外傷も 毒殺さされれた疑いいい。も発見されていない辻はその足で再び現場へ急行してみると今しもその後の発表が行われたところで大川のボストンバッグの焼けたのが発見されその中に約100万円ぐらいと推定される千円札束の燃えくずがあったそうだ当局ではそれをもって 逆に外来者の強行の疑いは失われたものと見極めかけた様子であった辻は当局の発表などはもう問題にしていない直接町内の人々と対決するのだまず女中からというのが記者常識の第一課だから3人の女中に個別対面してみたが夕べのお客さんは大川さんお一人ですよ 今井という人と一緒に見えるものですから昼のうちにお掃除して拭き掃除は庭番のじいさんですがお二人分の寝床の用意しておいたのですが夜8時頃おつきになったのは大川さんお一人でしたそのあとどなたもお見えにはなりません3人の女中の答えは同じであったおつねが立ち去るまで起きていたのは若い女中一人で 奥さんの部屋と女中部屋は大層距離があるから何の物音も聞こえなかったという隣室との間のドアの鍵は普段かけておくのですかいいえ私たち洋館のドアの鍵はかけない習慣でしたこれは女中たちが断言したので他殺の見通しが出てきたのだそこで奥方に対面を願った 案外にも面倒なく対面してくれたが、ゆすりのことを聞くと激怒してしまった。私は誰にもゆすられた覚えもありません。ゆうべ人にゆすられたなんてそんなことはありません。その時刻には誰に会った覚えもありません。まして、そんなことを言った覚えは断じてないのです。お引き取りください。ぷいっと立って出てしまった。 大川のカバンの中の100万円については聞く暇がなかったので慌てて警察のところへ行って通ってみると株を買ってもらうために依頼した100万円だということが分かったお常の言葉によっても奥さんがゆすりにお金をやった様子はなくそのあべこべに拒絶したのだからおそらくそういう性質の金なのだろう後の家族は息子の幸之助だが彼は 門に接続した門番小屋のようなところを事務所兼用にして寝泊まりしているのである彼の営業は氷菓子であった熱海の大火の折に母からもらった山林を売って氷菓子を始めその当時はかなりの好調であったらしいが今では成績不振らしく足をひきひき駆けずり回っているだけで落ち目になると焦りが出て借り手にしてやられるようなことになりがちで いけなくなくるる一方であるらしい使用人もいつかなくなり中学を出て夜学へ通っている小僧が一人いるだけだった事務所を訪ねてみると帳簿の他にも探偵小説ばかり並んでいる足を引きずっているせいかブルジョワの息子のようなおっとりしたところもない随分探偵小説をお持ちですね愛読書です 昨夜の10時半頃ですがある男がボドウを窓の外から揺すっていたというのですよボドウが答えて言われるには「もう1,000万円も揺すった挙句くまだ揺するとは厚かましい」「もう名誉もいらないのだからみんなに秘密を言い立てるがよいビタ一文も出しません」とねすると窓の外の男が「今に後悔しますよ」と言って立ち去ったそうです そんんなことを母が言ったんですかええ偶然聞いた人がいるのですそうでしょうな人が邸内で変死した当日にそんなことがあったと自分で言う人間がいたらおかしいですまたそんなことのあった直後に人を殺すのもおかしいでしょうましてゆすられているのを人に聞かれているのにね探偵小説の常識というわけですか まあそうです。母も探偵小説はかなり読んでいる方ですよ。あなたは変な男が門を通るのを見かけなかったのですか僕は9時頃からパチンコやって、その時刻頃にはうどん屋でうどんを食べていましたね。この小僧くんが小田原の夜学から戻った11時頃、偶然道で一緒になって帰ってきたのです。あなたは僕がそのゆすりだとおっしゃりたいのかもしれないが、 あの母から1,000万円も譲れる腕があれば氷菓子で失敗なぞするはずはありませんよすると母道から揺するには氷菓子以上の腕が必要だとおっしゃるわけですねまあそうですどんな秘密か知りませんがその秘密を突き止める以外には手がないと思いますよもっともその秘密が軽々しく判明するぐらいなら揺すりも成立しないわけですね 特に母の口からは聞くことができますまい辻はその時本帝の応接間にいくつかの能面が飾られていたのを見たことを思い出したその中には鬼女の面もあったように思った鬼女の面とはどういう形のものか実は彼はよく知らないのであるお宅には鬼女の能面がいくつもあるのですか そうですね能面はたくさんありますようちでは父も母も姉妹卿ですから能面は実用品です日本で最優秀というべき面もいくつかあるはずです鬼女の面も3つや4つはあるでしょうね焼子体のあった部屋には鬼女の面があったそうですねあの別館には高価なものは置かないはずですが 何かそのようなものがあったかもしれませんそこへ来客があったので辻は授業したが反対側の長江に住んでいるじいやのところへ立ち寄ってアリバイを垂らしてみると私は9時から12時まで八百屋で将棋を指していましたよゆうべのことだから八百常に聞いてごらんなさい八百常に垂らしてみると このアリバイははっきりしている。八尾常の家族も口をそろえて言うのだから間違いなかった辻は死者へ戻ると東京へ電話して今井という人物について調査を依頼し次のような意味の原稿を送ったはじめこの事件は過失しか自殺と見られたが尾常の証言によって野田夫人がすでに何者かに1000万円譲られまた 当夜10時半にも窓をたたいて訪れたゆすりを拒絶している事実が分かったこの窓をたたいた何者かが殺人した疑いが濃厚となった大川は女あんまに肩をもませるにも鬼女の能面をかぶらせるくらい昇心で用心深い男だからおつねが夫人の部屋にいることを知りながら起き出してゆすりに行くのはおかしい 彼がたぬき寝入りでなかったことはおつねがあんまの感覚と経験によって間違いないと証言しているおつねは大川の熟睡を見届け能面を卓上に置き鍵をかけずに立ち去っているしかるに2つのドアの鍵が1つは外側1つは内側からかけられているのは何者かが犯行の後まず廊下に出るドアを内から鍵をかけて臨室へ出て このドアを外側から鍵をかけて逃げ去ったことを意味している洋室のドアは女中たちが兵をかけない習慣になっているので他の何者かがかけたことは明らかだしかも隣室との間のドアは隣室の方からかけられているので死者の仕業でないことが証明できるのである野田夫人を揺すっていた男については明確にアリバイのあるのは庭番の爺やだけで 助にはないまた常に大川と同行して泊まっていた今井という人物は隣室の布団に寝ることを予定して女中たちが用意しておいたものでこの人物のアリバイについても疑惑を持たれている複雑な怪事件に発展する見通しが強くなったただカバンの100万円が奪われていない点について一応の疑惑はあるがそれは 盗む暇がないような突発事が起こったことを想像するより仕方がないこういう意味の記事を全国版地方版ともに写真入りで書き立てた警察も他社も過失致と見てお常に一応聞いてみることも忘れていたからこの記事に驚いて本格的な調査が始まったのである翌日 任意出頭の形で熱海署に現れた今井は一昨夜は9時から11時まで新宿で酒を飲んで12時前に帰宅していると述べた今朝新聞で読んで知ったのですが大川さんはゆすりではありませんねむしろ金を貸していたのです6700万は奥さんに貸していたでしょう奥さんは株に手を出して近頃では大損の連続で もう売るものも突きかけていたようですよちょっとした鉱山の出る山が残っていましてこれが貧乏なんですがそれを僕に売ってくれとの頼みでなかなか買い手がうんと言わなかったのですが矢の催促ですこれをどうやら1800万で契約ができて半金だけ現金払いあとは三月後の手形ということで1週間ほど前にそこの社員と僕が統計やってきて とりあえず900万の現金を渡して正式に契約書を取り交わしましたその時奥さんに「もう株をやってはいけません」とくれぐれも念を押してまた「大川さんからの借金も払ってあげてください」とお頼みしておいたのです大川さんが一人で熱海へ見えられたのはそれを受け取るためで私が保証人になっていた借用書も持っていかれましたその担保は この豪華な屋敷ですからね。これを眼利六七百万で人の手に渡す馬鹿な話はないのです。僕はその前からちょっと怒っていましてね。それというのが、奥さんが僕に半年以上も交渉させて何度か現地まで人を案内しているのに、その実費以外にお礼にくれたのが、なんと五万円ですよ。 思ったよりも売り値が悪かったので怒った気持ちは分からぬこともありませんがこのデフレ時代でしょそういうわけで腹を立てていましたから僕は大川さんと同行はしませんでした人が借金を返してもらうのに同行しても始まりませんからねそういうわけであの奥さんの流儀で借金取りもゆすりというならこれもゆすりかもしれませんが大川さんは人をゆするような人ではないのです 彼の証言は意外なものであった他に誰か揺すっていたような様子はありませんでしたかそうですね株で吸った金だけでも何億でしょうから1,000万ぐらいは右から左へどうにかなってもはたから分かりやしませんね揺すられるような秘密は他人に知ることができないからゆすりの種にもなるわけでそういう私生活の方面のことは見当がつきませんね 息子の幸之助という人はどれぐらいの資金をもらったのですかちょっとした山林ですよ。時期が良かったからすぐ二三千万の金になったようですが、氷菓子を始めてからはたちまちダメになる一方でしたね。野田家の財産は現在どのくらいあるのですか今ではすっからかんですよ。今度売れた千八百万の他には、 その半分も値のなさそうなのが1つ2つであとはあの家屋敷だけですむしろ骨董品にいくらかあるかもしれませんが実はめぼしいものはもう大方売ってしまったようですその方には僕らはタッチしませんから知りません今井の言葉はまるで犯人が野田家のものだと決めているような口ぶりであった揚げ句には 大川さんの奥さんが今熱海におられるというお話でしたから大川さんの熱海旅行の目的等について聞いてごらんなさいそこで大川夫人に聞き垂らしてみるとその旅行は株券を買うためではなくて借金を返してもらう目的であったということがはっきりした家屋敷の抵当があることですから借金返済を催促したようなこともなかったのですがまたむしろそんなわけですから 100万円だけ受け取るわけがないように思いましてね奇妙なことだと思っておりましたのですご主人は今井さんとずっと懇意にしておられたのですか今ではお勤め先も違っておりますし年齢の開きもありますので野田様以外のことであまり交渉もなかったようですところが東京からの報告によると今井の申し立てたアリバイは極めて曖昧だ 新宿の飲み屋でもそういう常連はなく心当たりがないような話で彼の申し立てを証明したのは女房だけだ夜中の12時頃戻ってきてそのまま正体なく翌朝遅くまで寝込んでいたというだけだあくる長官の辻の記事では幸之助も今井もそれぞれアリバイが不明確でその裏付け捜査が行われているということが伝えられていたがまた 幸之助と奥さんの共犯の線も出ていると書かれていた頼みになるのが目の見えない一人の証言だから特だねを握ってさっそうと出発した辻も早くも捜査難航決め手がないと訴えている有様であった奥さんがゆすりのこととなると相変わらず断然ゆすられた覚えがない それはあんまの空耳だと言い張るものだからおつねはやるせない思いで暮らさなければならなかったこれもみんな辻さんの罪ですよと恨むものだから辻も切ない今に真相をつかんで君の顔を立ててやるからなと言ってはいるが心は浮かない本社からはこの徳田念を生かすために応援の記者を送ってよこしたが こうなると死者と本社の記者同士で巧妙を争う気持ちになるからメンツにかけてもという気迫だけが悲壮になりすぎて毎日酒を飲まずにいられない気持ちだ今井については本社で東京を洗っていて依然アリバイは不明確だが熱海でその時刻前後に彼を見たという積極的なものが出てこないからどうすることもできないのだ焼け跡からは彼の遺留品も出てこなかったが とにかく当や大川が大金を受け取っていることを知っていたのは今井だところが野田家の金庫を調べてみると現金が250万ほどと鉱山を売買した翌日の預金が500万焼けたのを合わせて850万ほどだ900万のうちこれだけ残っているのだから今井の犯行にしては奇妙であるむしろ 大川の借金取り立てが不成立に終わったと見なければならぬすると窓の外から戸をたたいて揺すっていたのは大川当人であったかもしれないその場合に犯人は奥さんでありいわゆる幸之助共犯説も考えられるわけだするとある日幸之助に使われていた夜学生の小僧が辻を訪ねてきて辻さん 僕は薄気味悪くてあの家を逃げ出したんですがね。僕の話が役に立ったら就職世話してくれますか新聞社というわけにはいかないかもしれないが、役に立つ話なら今の何倍もいい会社なり商店へ世話するぜ。どんな話だ昨夜のことなんですよ。夜中の12時なんです。庭番のじいさんがそっと庭の方へ出ていく姿を見たから、 怖いもの見たさで僕そっとつけたんですよするとねぐるっと庭をまわって奥さんの部屋の窓をたたくんですそしてね奥さんから何か受け取って何かをやったんですそれでその時じいさんは低いつぶれ声で外国語の呪文のようなことを言ったんですラウオーモー そう聞こえたんです。ラウオーム・オそうなんです。長く引っ張る発音でそう言ったんです。確かそう聞こえましたぜ。奥さんは何も答えません。品物を改めて窓を閉じてしまったのです。品物の形はそれはわかりませんが、本か雑誌のようなものでしたね。 じいさんの受け取ったのもやはりそんなものでしたがあとで分かったことでしたがこれは札束でした200万円ですこの日300万円の火災保険が入ったものですからその一部ですどうしてそれが分かった今朝になってばあさんが堂々と言うんですよ奥様から退職手当に200万円いただいたから郷里へ帰って小さな店を開こうなんてね それを聞くと、幸之助旦那が結束を変えて奥さんの部屋へ足を引きずっていきましたがね。ぼんやりと戻ってきました。奥さんからも確かに退職手当に与えたものだと言われたのでしょう。ゆすっていたのはあいつか。信じられない。と、うめくようにつぶやいて、どこかへ出かけましたのです。でね、僕は荷物をまとめて逃げ出してきたんですよ。 意外極まる話だねあのうちにはまた何か起こりますよとても恐ろしくていたたまれなくなったんです完全に信じうるものをも疑えというのがこれも探偵小説の第一課だじいさんのアリバイは完全だった疑う余地がなかったしかし人為的に完全なアリバイを作ることも不可能ではないはずだ 辻は野田家へ急いだ。爺さんはよいご機嫌で引っ越しの荷造りをしているところだ辻の顔を見ると爺さんが先に声をかけたいや新聞屋さんあの小僧の中心がありましたかいまさにその後の詰まりだね200万円の退職手当だってねそうなんです 何しろ、ここへご奉公してから、かれこれ38年ですから。予想はそれ以上の退職金を出しますよ。そんなことを、人の耳に入れなくったっていいじゃないか。自慢話ですよ。正式にいただいたものを隠すことはないですよ。真夜中に窓の戸を叩いて、秘密にいただき物をしてもかい 下狼は庭から回るものと相場が決まったものですよじいさんは言葉や顔に驚いた様子がない小僧に見られたことに気がついていたのだ奥さんにはとうとう対面できなかったが女中さんに伝言して返答を聞いてもらうと確かに退職手当200万円やりました長年の金属ですからとじいさんと同じような返事があった 深夜に窓を叩いて金を渡しても退職手当ですかと聞いてもらうと確かに退職手当ですと返事があってそれ以上はノーコメントであった辻はあんま宿へ自動車を走らせておつねさんをさらうように押し込んでじいさんの家へ運んできたおつねさんこの声に聞き覚えがないかいじいさんと話をしてよく聞き分けておくれはは <laughs> 私はねあの晩は9時から12時まで八百つねで将棋を指していましたよおつねさんの聞き覚えのはずがないよおつねはせつなげにしょんぼり頭を振って低くってただ一言の聞き取れないような声だからねもう無理ですよそうそうまさにそのとおり おつねさんの聞いた男は何と言ったね「今に後悔しますよ」と言うんだけどでは私がそれをやってお目にかけよう低い声で「今に後悔しますよ」とねおつねさんは頭を振ってみせた無理だわからないという意味だ 辻は時段だ,だ踏んだが及ばなかった辻はしかしこれぞ特ダネの気持ちで長文の記事を送ったしかしそれは地方版の隅っこに2段の小さい記事で載せられただけだったこの事件もそろそろ忘れられようとしていた367年も夫婦2人で勤めた者が 退職金200万円は佐野見騒ぎ立てることもないがというように訂正され深夜に窓の戸をたたいての呪樹は恋に怪しまれることをしているだけにこれが別れの思い出の茶番のようなことも考えられゆすりにしてはもっとさりげない方法があるはずだという批判が付け加えられていたこの記事に腐っていると死者へ姿を現したのは伊勢崎管湯である 彼は熱海の旅館の主人だが昔は名高い記述師で非常に探偵眼の優れた人物で難事件を一人で解決したこともあるから辻はこの事件が起こってからすでに3度も下ゆうの意見を聞きに行っていたその度に下ゆうは自分の聞きたいことを根掘り葉掘り聞くだけで返事をしたことがなかったのであるどうもあの記事は残念でしたね 新聞記者は書きたがる悪癖があっていけませんよ。ああいうことは伏せておいて様子を見るのが賢明です。しかし、それを教えに来てくださったのは違和があるからでしょあれを退職金授受の思い出の茶番にされて泣くにも泣けない気持ちですよ。それはあなたの名分の罪もあるね。外国語の呪文のようなはひどすぎますよ。じゃあ何ですか 玖太夫はもう辻の問いには答えを忘れ根掘、ね、り葉掘り聞き始めた幸い小僧を止まらせておいたのでこれも呼び出して玖太夫の質問に応じさせた君が後をつけたことがじいさんに知れたらしいがそれを気づかなかったかね今考えるとじいさんが見ていたのだと思うんです家の前を通りますから 茶番のような受け渡しをやっているときは気づかれていない確信があるのだね。そうです。そのときは絶対に気づかれていません。窓の音を叩いた音はどれくらいかなりの音かねかなりの音です。聞き耳を立ててると、二三十件先でも聞き取れる音ですね。足音はこれも忍び足ですが、音はわかりました。 それでは窓を開ける音はこれはかなりの音ですよ。窓を開けた幅は四五寸ですね。部屋に明かりはついていたね。そう明るくはありません。大きな豆電球のスタンドかと思いました。奥さんはずっと無音だね。そうです。 いやいろいろわかりましたそれから河之助さんのことですが事件の晩11時頃道で会って一緒に帰ってきたのは本当ですかそれは間違いありません熱海銀座と駅から山を降りてくる道のぶつかるところがあるでしょちょうどあの辺を山手の方へ歩きかけていたのですあの辺から野田さんの屋敷まではまだかなりの道ですそれで上り坂ですから 足が不自由なあの人では相当の時間がかかるんですよ火事の時は寝ていたのかねええ消防車が来て叩き起こされるまで知らずにいましたそれでいろいろ分かりかけてきたがそんなことをした理由はなぜだろうね僕がですかしっけしっけ無論君ではないある人がだよ難しいことをしているわけがね それは誰のことですかと辻が声を弾ませて聞いたが下ゆはそれに答えずとにかく今晩夜が更けてから実験してみましょう12時頃せったくへお越しください小さな実験ですこれが思うように言ってもまだ飲み込めないことが山ほどあるんですよ事件解決は一歩また一歩ですよ 九太夫はこう約束して帰ったその晩の12時頃に辻は下ゆうを訪問した下ゆうは彼を待っていたがここは海沿いで海の音が耳につくから山手の静かな宿を取っておきましたもう支度もできております海沿いいいでではいけないのですか。そうなんです音に関する実験ですから。 山手の閑静な旅館で車を降りると管優は絵画の静かな部屋へ辻を案内しこの部屋を探すのに苦労しましたが大体条件はよろしいようですあなたはその辺で黙って見ていてください声を出しても身動きしてもいけませんよ実験中はあらゆる音を慎んでください私をまずこの廊下の椅子に腰掛け隣室の廊下へ通じるくぐり戸を開けておきます さて、ここへおつねさんを呼びますがあの女は自分では目の見えない割に勘がよいと思い込んでいますが目が見えなくてほかとの比較を知らないのですよおつねさんは自分は勘がよいから一人で歩けると口癖に言いたがりますが勘は大いによくないね廊下の壁に沿うてノロ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 歩いてくるのですよ 謎へ行くと何かに突き当たったり四苦八苦ですよ先日私が独り言を言った時「おやどなたかいらっしゃるんですか?」と聞くんですでは今呼びますからこれから暫時物音を封じて待っていてください間もなくおつねは壁に沿うてのろのろ歩いてきたらしく戸を開ける時まで足音もしなかったが戸を開けて「こんばんは」 ちょっとその部屋で待っといで。今すぐ話が終わるから。はい。どうも君はいけませんね。今夜はこの静かな部屋であんまを取って休息したいと思っていたのに、案内も来わず、隣室からくぐりでを開けてくるとは。すぐ帰っていただきたいと思いますね。それは、とんだ失礼をいたしました。そういうこととは知りませんで、とんだ失礼を。 ではおやすみおやすみなさい管優の一人二役だ声とアクセントをちょっと違えただけで佐野み変化のある一人二役ではなかった管優はいすを立って歩かずに後方へ手を伸ばしてガラガラとくぐり戸を閉めたさあさあこれで無礼な客が退散しましたおつれさんお入り。 はい。と、おつねが部屋へ入った。おつねさん、今のお客を知っているかねさあ、声だけでは分かりませんが、私の知っている人ですかこの旅館へ来る人でね。それじゃあ、小田原の川上さんでしょう。あまりじゃ分かりますよ。あの人は足音のない人だね。出て行く足音が聞こえたかい 戸が閉まったからわかりましたが恐縮して忍び足で逃げたんですねあの人らしくもない九太夫はクック笑い出したそして辻に呼びかけてねえ辻さん私もこんなことだと思いましたよせんだって私の独り言を他人の声と勘違いしたのを見た時からこの実験の結果だけは分かっていたんですあら辻さんですか 部屋を出なかったのね。道理で足音が聞こえないはずだ。なるほど。面白い実験でしたね。しかし、ますます訳が分からなくなりました。それなんですよ。あの奥さんは能もやれば長唄もやる。声の変化は楽に出せる人です。男の作り声ぐらいは楽なんですね。おつねは。 辻以上にびっくりしてしょげてしまったそれじゃああの時私が聞いたのは奥さんの作り声ですかそうだと思うねだからお前さんは戸の閉まる音は聞いても戸の湧く音は聞かなかったと思うねあんなにノロノロと壁伝いに廊下を道中してくれば戸の湧く音は聞こえるはずだがつまりとは多分 お前さんが別館を出る前から空いていたのだそしてお前さんを待っていたのだろう戸が閉まれば立ち去る音は聞こえなくともどうでもいいようにこれを邪道にしてダビと言うのかもしれないがお常さんにとっては龍の銅だけあれば思考が満足しているんだねそこがお前さんのひがみの少ない気立ての良いところだがね私は恥ずかしくなりましたよ まあさ、そこがお常さんの値打ちだね人に騙す気持ちがあれば必ず騙されるお人よしなんだから倉優はこうお常を慰めたがさて辻に向かってさて今晩はこの静かな旅館で考えてみようじゃありませんかこういうことがなぜ行われたかあなたのお部屋は小田原の川上さんの部屋に用意ができておりますよ 新聞記者だから辻は結論をせっかちに出す目が覚めると大体見当がついている最も時間のかかったのが外国語の呪文の件であるがお常の錯覚と同じようにこれも小僧に錯覚ありと見るべきだ結論が出るとせっかちだすぐにも報道にかからずにいられないのが持ち前の性分で下遊が起き出すのを待ち構え 早速その前に大あぐらで座り込んでこの事件はじいさんが奥さんの依頼でやった殺人ですねなるほど奥さんは後日に至ってじいさんにゆすられることを察していたから天性のおしゃべりで秘密の保てないお常にわざとそれを聞かしておいたんだと思いますよじいさんのアリバイは12時までですから 奥さんの作り声の件が解決すればアリバイはないわけです火事は1時4何分かに発見されているんですからねつまり奥さんの作り声は容疑者のアリバイを乱す役目も果たしていたのですその着眼は面白いですねそこでじいさんは大役を果たしてしかもカバンの100万円には手をつけないような主償なことも果たしました その100万円をトリック代として200万円は当然でしょう。ところがやつめチキがあるからわざと窓の外から戸をたいてラウ・オー・ムー・オつまりカラ・ショーモンと嫌がらせを言ったんじゃないですかカラ・ショーモン。いいところを見てますね。カラ・ショーモンの受け取りと引き換えににがり切った奥さんが200万円渡した。 これは確かに渡さなければならぬ金です。どんなにからかわれても、この金をやって追い出す以外に手がなかった。そうですか。それではもう一度あなたの使者へ参上して、あの小僧に一言聞いてみることにいたしましょう。まさか、小僧が犯人ではありますまいね。無論そうですが、小僧に聞いてみることが一つあるのです。 たはのへい早速小僧を呼んで下ゆうが聞いたそれは実に思いがけない質問であったあの屋敷内で新聞を早く読むのは誰だね小僧もびっくりして即答できなかったほどであるそうですね僕は夜学で夜更かしして朝が早い方ではありませんし奥の人たちも皆遅いんです。 結局、新聞の投げ込まれるのがじいさんの窓口からですし、あの夫婦は早起きだから、僕らが起きる前に面白そうな記事は全部暗記しているほどですよ。あの屋敷に辻さんの新聞も入っていたろうね。無論です。奥さんは株をやっていますから、大概の新聞は目を通していました。ダユうは、我が意を得たりとうなずいて。これですよ、解決の糸口は。 じいさんは事件の翌々日も誰より先に新聞を読んだに相違ないのは毎日の習慣ですから当然考えることができますあなたがあの朝の記事で報道するまでは警察も他の新聞もお常のことを忘れていました過失しか自殺と考えあん馬の話など聞く必要もないと思っていたわけですだから辻さんだけがその前の日に取材に来ても 警察がほぼ過失と定めていることだし犯人もさほど気にしてはいなかったでしょう特に犯人は一つのことを知らなかった死体の部屋にあった能面のことを知りませんでしたあなたもその能面について聞いたでしょうが興味本位の聞き方で事件と深く関係を結ばせて取材しなかったんじゃないですかねそうですねそういう聞き方はしなかったようです 被害者が鬼女の面をあんまりかぶせて揉ませていたという冒険的な趣味を一つ付け加えるのが楽しみのための取材でしたねそうですよところがあの日の記事を読むとそうではない一つ見落としてはならぬことが書いてありますあの日もおつねは鬼女の面をつけてもんだ揉み終えて面を卓上へ置いて ドアの鍵をかけずに退出したと書かれているもしこの能面が屋敷内のどこかにやけもせずにあったとすればその所持する人や所持しうる人が犯人であることは明らかではありませんか早起きは三門の徳とはこれですな庭番のじいさんは誰よりも先にこれを読んだそして毎日屋敷内や庭園内を掃除に回っていますから 室内や庭内のどこに何があるかは誰よりもよく承知です。どこかでそれを見ていたとすれば、そしてそれをまだ人々が新聞を読まぬ先に手に入れたとすれば、これはゆすりの材料になりますよ。200万円は安いぐらいだ。つまり、あのじいさんのゆすりは、 あなたの記事ができた日に始まった新商売に過ぎなかったわけだほとぼりのさめかけた頃本格的にゆすり始めて退散したわけですが彼が奥さんに200万円と引き換えた品はラウオーモンやカラショウモンとも違ってラショウモン多分ラショウモンのオニ女の面ではないのですかね辻が二の句の告げないうちに小僧が叫んだ そうですよそれですよちょうど麺ぐらいの品物でした辻はやや納得できぬ顔で。それで多くのことが明らかとなりましたが、奥さんが作り声をしたことや、能麺を持ち帰ったわけはそれにはいろいろな説明がありうると思いますが、探偵小説などを読みますと、特に西洋におきましては、女が悪者にゆすられている場合、 絶対にノーコメントで押し通すことができてまたその秘密を知って女を護衛する立派な男などが逆にそこを突かれて女と一緒にいたためにアリバイを立証できなくなる例が多いのですねそこを逆用してノーコメントの手を編み出すつもりだったかもしれませんよちょっとした手だと思いますよなるほどね新聞もゆすりの件で 彼女のノーコメントに一目置いている傾向がありましたね。それなんですよ。次に面の件ですが、奥さんは鬼女の面をかぶり、顔を隠してやったんじゃないですかね。そしてドアの鍵をかけたり、火をつけたり、またドアの鍵をかけたりして夢中に逃げて、鬼女の面を自分の部屋までつけたまま持ち帰ったのかもしれません。だから、 じいさんが何かと引き換えに200万円せしめたあの記事が新聞紙上に出なければひょっとするとその能面に再会できたかもしれませんがもうその見込みはないでしょう要するにあらゆる物的証拠が失われているわけです辻はここまで聞いてますますがっかりしてしまったこれを記事にしても物的証拠がなければ金的を射止めることができない 全てが下唯の単なる推理にすぎないのである実にどうも残念だ彼は腕をこまねいて考えに沈んでいたがしかしこれを記事にしないわけにはいきませんよじいさんに白状させても記事にしてみせますよ下唯は静かに制した天下の大新聞が空振りは慎んだ方がいいですよ あのじいさんは白状することがありますまい。しかし、今に天罰が自然に犯人の頭上に訪れると思いますよ。なぜならですね、奥さんにはもう残った金がありません。これからもますます株に手を出すことでしょうが、二人の味方の一人は自分が殺し、一人は背いて去りました。あの人の金は砂に巻くようなものです。 自然に破滅が訪れますよ。老朽の極みに達して恥を天下にさらすのです。小敷きになって、のたれ死ぬかもしれませんよ。この予言は、実に近いうちに実現したのである。孔之助がありがねさらって逃げたのである。これを警察へ訴え出れば、 大川殺しの真相を暴いてやるという置き手紙があった幸之助は家の内情について明るいし探偵小説にも詳しいから管裕と同じ推理に達することができた200万円に変えられたものが能面であることも悟ったのである奥さんはやけを起こして残りの全財産を短日月で株に使い果たしてしまい首をくくって しんでしまった。大阪疑問の,、S、該当のとんでもないときに東京へ出てきたもんだな大きな田舎臭いかばんを下げたまま薄暗い新橋駅頭に降り立った稲葉武平は そう言って妹の節子を振り返ったたださえ生まれて初めての東京だそれがこんなに暗くちゃさっぱり見当もつかんよ田舎者には兄さんあんたがそんな心細いことを言っては私はどうしていいかわからなくなってしまうよ妹の節子も大きな風呂敷包みを抱えたまま怯えたような目つきで きょとたりを見回したちょうどこれから向かう5日間にわたる防空演習の第一夜ですでに警戒態勢に入っている町々はこれが東京かと思われるほどの薄暗さであったしかももう10時近くの時間も遅いせいか人通りも割に少なく時々自動車が車光したヘッドライトを化け物の目のように光らせながら 忙しそうに走り去るばかり風はそよとも吹かないが霧が薄く降りているようだとにかく電車通りまで出てそこで人に尋ねてみよう島路さんの家は日本橋だからそちらの方へ行く電車へ乗れば行けるわけだどうも防空演習の東京へのこのこ出てこようとは思いがけなんだだからやっぱり。 出かける前に島地さんのところへ手紙を出しておけばよかったのにね2二人は駅前の広場を危うい足取りで横切ると新橋北口の電車通りの方へ向かって歩き出した何しろ2人とも生まれて初めての東京であるしかもその東京が明かりを暗くしておまけに不気味な薄切りまでかぶっていようというのだから 心細いこと一通りでない多くもない通行人の姿も霧を通して見るせいか異様に大きくぼやけている兄さんもっとゆっくり歩いてよなんだか東京って君の悪いとこねまさか追いはぎも出るまいがなまったく追いはぎは出なかったがしかし 追いはぎの代わりにこの時兄弟はとてつもない不思議な出来事にぶつかってしまったそれは2人がキョロキョロと辺りを眺め回しながら大きな洋菓子店の前を新橋交差点の方へ曲がろうとする直前のことであったいきなり何を思ったか節子は歩道の上に立ち止まると「あれ!?」と叫んで兄の武兵に抱きついた 兄さん、あれ何よあの音あの音聞こえるでしょあ <laughs> 怖い武兵もギクッとなって立ち止まると思わず目を見張り耳を追ったてた聞こえるまさに聞こえるいやそれは聞こえる謎という生やさしいものではなかったはっきりと2人の体を震わすほどに 恐ろしい潮なりのような快音がゴゴゴーっと聞こえだしたのだ武兵衛は慌てて辺りを素早く見回したが付近の道路の上にも向こうに見えるガードの上にも薄切りこそはかかっていたがその時は電車はおろか自動車もオートバイも1台として通ってはいなかった風さえそよともせぬ 静寂極まる霧の夜だったブフェイは急いで空を見たがそこには不気味な黒みを帯びた霧の夜空があるばかりで飛行機らしいものも飛んではいないその快音はそんなに離れたところから聞こえてくるものでは決してなかったそれは二人のすぐそばから聞こえてきたまるで 絶対に人目につかない特別の迷彩でも施した戦車か何かが2人の一軒と離れない目の前を通り過ぎていくかのようであった丸い血色のいい健康そうな節子の顔もいかにもお百姓らしい武兵のわから顔もすっかり血の気を失ってしまったしかしこの時その2人の驚きにとどめを刺すようなもう一つの怪事が 感発を入れず起き上がったというのはたった今姿なき快音にびっくりして武兵衛に抱きついた時に節子の手からそれまで歩きながら顔の油を拭き取ろうとして持っていた23枚の花紙がひらひらと歩道の上に舞い落ちたのであるがこの時そのうちの1枚がこれはまたなんと風もないのに2人の眼前五六尺の地上から 空中へまるで見えない手でつまみ上げられでもしたようにふわふわふわっと舞い上がったかと思うと今度は糸の切れたタコのように武兵の放す先へふわりふわりと流されてきた昔の階段にある風なきに自ら神が舞い歩くというあれとそっくりのやつであるしかもところもあろうに 大東京の中心地銀座の近くで起き上がったのだ2人はぎょっとなると物も言わずに駆け出した角を曲がるともう電車通りで数名の通行人にも自動車にも会うことができた新橋停留所の方へ歩くにつれてだんだん歩道も賑やかになったしかしたださえ生まれて初めての それも薄暗い10日下の東京でビクビクしている2人であるそれが状況早々とてつもない開事にぶつかったのであるからいくら人通りのにぎやかなところへ来てもおいそれと振動の鼓動がやむものではない2人は交差点までやってくると折から通り合わせた警防団員らしい青年の1人にそそくさと方角を訪ねて日本橋方面の電車へ 逃げ込むように飛び乗ってしまった電車が動き出すと武兵はほっとして節子の耳に囁いたはあ驚いた一体あれは何だろうななんだか知らないけど東京ってずいぶん怖いところだね私は急に心細くなってしまったわまったくだだが そんなに心細がっても困るよそんなんじゃこれから東京のお嫁さんにはなれないからなやっぱり島地さんには前もって手紙で打ち合わせておいて迎えに出てもらった方がよかったわねいやいや島地さんがそんな打ち合わせに応じてくれるようならこんなにして押しかけてくる必要はなかったんだよとにかく会って話せばあの人の気持ちも何とか分かるだろうよ そして、電車が日本橋へ近づくにつれて初めて見る大都会のさまざまな刺激のために2人の頭の中からは今しがた出くわした怪しい出来事の記憶はだんだん霧の夜の幻ででもあったように影の薄いものになっていってその代わりこれから訪れようとする訪問先のことで頭がいっぱいになってきた。実際二人は、 ある大事な要件でもって上京してきたのだったこうしてそれから間もなく兄弟はどうやら無事に目的の家へ着くことができたのであるがしかしこの2人の純朴なおのぼりさんが状況早々にぶつかった奇怪な経験は後になって数万の東京市民をある恐ろしい危険から救い上げる。 貴重な手がかりとなったのである島路君の災難稲葉武兵とその妹の節子がさっきからしきりに口にしていた島地さんというのはその名をくすのキ島路と呼ぶ2人にとってはいとこにあたる青年でずっと前から節子を嫁に迎える話になっていたのであるが それがどうしたことか約束の時期はとうに過ぎたのに何度手紙で催促してもうんともすんとも言ってこないとうとうしびれを切らした兄弟は両親の命に従って遠い近畿の田舎から思い切って押しかけ談判にやってきたという次第その楠木島次君は日本橋のあまり繁華でないある裏通りで 通勤の雇いばあさんと小僧さんを一人使って貧弱な大衆食堂を経営していた「吉野賢」と店の名前を染め抜いたのれんもなんだか薄汚くて暗い町の中でそれを探すのに兄弟はかなり苦労をしたほどであったおお、びっくりさせるねこんなに遅くこんな暗い晩にひょっこりやってくるなんてなぜ手紙を一本くれなかったの いさんもせっちゃんももちゃが悪いよ。でもまあよく来てくれたね何もないがゆっくりしていってくださいよ島路くんはさすがにびっくりしたらしかったがそれでも快くもてなしてくれたしかし武兵衛は座につくやいなや担当直入に用件を切り出した島路くんは面くらって目をパチクリさせながら花嫁の押しかけ談判を聞いていたが やがて非常に真面目な顔になっていった。いや、どうも。万事私が、筆不ブをしてしまったのが悪かったんですでも、これには、大変なわけがあるんですよ。せっちゃんをもらいたいという、私の気持ちは、今も、変わりはないんですが。武屋さんも知ったの通り。通り、丸丁目の電車通りに店を持っていた。あの時のままでいれば。今頃は。 とっくにせっちゃんを迎えて平和に商売をしていられたんですがねそれが見つき前にとんでもない事件が起き上がってこんな裏町へすっこんでしまうことになったからというものは後から後からへんてこなことばかり続いて持ち上がって近頃は結婚どころか商売の方さえも身が入らんほどなんですへえ そいつは初耳だ島地さんの店が見つ月前に通り丸丁目から今のここへ変わったことはハガキをもらって知っていたがそのことについてそういう大変な事件とやらが起こっていたとは何とも知らせてもらえなかったんで全然知らないでいた一体それはどういうことが起き上がったんだねいや全く大変なことでしたよ 東京では新聞にまで出てしまったがあまりいい話ではないので武兵衛さんやせっちゃんの方には知らせないようにしていたんですよがまあこうなりゃすっかり話しますから一つゆっくり聞いてもらいましょうそう言って島地君はもう店をしまうと自らこしらえた夜食謎を運んできてさて次のような機械極まる物語をし始めたのであった 楠島治君は田舎の親類仲間でも評判にされているような年の若いのに似合わぬ働き者であった田舎の小学校を出て東京のある大きな食堂へ奉公して以来十数年文字通り黒くなって働き続けおかげで2年ほど前には今の店のある近くに独立してささやかな食堂を営むことになった ちょうどこのころ小僧さんを雇いに田舎へ帰ったのだがその時節子を嫁にもらう話が持ち上がったしかし島地くんは少し大きな野心を持っていてその野心が成功するまでは節子さんに待ってもらうことにした電車通りに店を持ちたい。それが島地くんの野心であった そして働き者の島地くんはとうとう今から半年前にその野心を実現させ見事に日本橋の電車通りへ吉野家ののれんを下げることができた二軒間口のささやかな家ではあったが門店でなかなか繁盛したよしよしこの調子で少し落ち着いたらせっちゃんを迎えることにしよう。 そそう思っててのの時を楽ししみにしていたのであるが、ところが電車通りへ開店してから3ヶ月ばかりたった頃とうとう大変なことを起こしてしまったそれは中毒事件であった吉野県である食事をしたお客さんのうち38名という人々が帰宅後猛烈な急性超過たる用の中毒症状を起こして そのうち約3分の1の人たちがかなりの重症にまで陥った島地君は青くなった無論警察からは直ちに調査されその結果吉野県で腐敗物を客に提供したことが明らかとなって10日近くの営業停止を食らった幸い中毒はかなり激しいものではあったが人命に関わるようなことはなく 患者たちは一様に海保へ向かっていったが吉野家がこの過失のために受けた損害は徹底的であった新聞には出されるし目に見えて客足は少なくなってしまったしそれまでかなりためていたもうけも患者たちへの見舞いやらおわびやら医療費やらでほとんど使ってしまったしかたがないもう一度出直すんだ そう決心して電車通りの経費のいる店を引き払って今の裏町へ引っ越した島地君ではあったが彼の心中には旗の者ではうかがい知ることのできない無念さがあったそれは何よりも飲食店ははまず清潔第一でなくてはいかん。と常日頃から自らも信じ雇い人たちへも聞かせていた心情がそんな覚えもないのに 図らずもぶち壊されてしまったからだ。ねえ大将、あの富子のやつのしでかしたことに違いありませんよ。だからあいつ、お店が休んでいるうちに逃げ出してしまったんですよ。あいつはまったく衛生ということはかまわんやつでしたからね。国から連れてきた腹心の料理見習いはしきりにそう言って。 もう今はいない富子という臨時雇いの色の白い未成年の料理人を非難したそそうかももしれななない。いが、がんなことを言ってもしよ,うがないよ島路君はそう言って新規巻き直しの方に力を注ぎ始めた半年か1年のうちにきっと勢いを盛り返してもう一度電車通りへ出てやる。 時々にぎやかな電車通りへなぞ出かけたりすると島地君は固くそう心に誓うのだった通り丸丁目の今まで吉野県を張っていた店の跡へはボンベーカリーという外人経営の洒落たパン屋兼喫茶店がどこからか越してきて大分繁盛するらしく盛んにお客をどんとしていたところでこのまま住んでしまえば 話は何でもなかったのであるがそれからひとつきばかりあとに大変な情報が島地くんの耳にもたらされたのである越してきた喫茶店電車通りに店を開いていた時は吉野家の前世で求人女の他に故郷から連れてきた腹心の正一と 例の臨時雇いの富子とそれからもう一人昭夫という青年を料理場で使っていたこのうち富子は営業停止を受けている間にどこかへ逃げ出してしまいもう一人の昭夫の方は今の裏町へすっこむときに店が小さくなるからという理由で相談して転業してもらうことにした島路君はなかなか出来のいいその上頭のいい若大将で この秋代青年を転業させるときに退職金が少ししか払えない代わりに秋雄君の希望に従って彼を三か月即制の東京機械工補導所へ自分のところで一切世話をして入所させることにしたのであったこの秋雄君がある晩ひょっこり島路君を訪ねてきたのだご無沙汰しています実は今日大変なニュースを耳にしたものですから。 早速お知らせにあがったわけですすっかり機械工の卵らしいテキパキした口調で2階へ座り込むと明夫くんは言ったおお何だれ大変なニュースというと実は何です歩道上の仲間から昨日聞いたばかりのニュースですがお店にも関係したことですので早速秘密でお知らせに来たんですが何 この吉野県にも関係したニュースええー、そうなんですと膝を乗り出して語った秋代君の話の内容こそ実に怪奇千万なものであった歩道場へ新しく入ってきた森田という男がある青山丸丁目の電車通りに福島館という宿や兼業の高等下宿を経営していたのだが その家に幽霊が出るということになって宿泊人が死産してしまったそれも裏2階に下宿していた若い男が最初に白衣を着た陰酸な幽霊に脅かされて気絶したことから話に尾ひれがついて評判になり化け物屋敷幽霊部屋などという噂はしつこく言いはやされて商売ができなくなったそれで建物を売り払って 森田君は転業しなければならなくなったのだが、怪談などということよりもむしろ奇怪な事実は、この科学的知識の発達した今日、幽霊話などというたわいもない細工を執要に留付して、立ち退きを余儀なくさせた何者かの魂胆である。しかも、最初に気絶した男が、どうやら吉野県から逃げ出した富子らしいということ。また福島間の後に ドンベーカリーという外人経営の喫茶店が店開きをしたということである最初に昭夫君の注意を引いたのも幽霊話ではなくドンベーカリーの開店という事実だった親と思って根掘り葉掘り聞き出せば聞き出すほど疑問が深まった何かしらそこには得体の知れない奇怪な理由があるように感じられ この謎の解けないいらだたしさにじっとしてはいられなくなって島路くんのところへ駆けつけたのであった疑問の S んのなるほど妙だなすると外人経営の喫茶店が日本橋と青山に2軒できたんだな島路くんはすっかり乗り出してきたさあ まだ他にもあるかもしれませんが私が知っているのは今のところその2件だけですなるほどうーんちょっと考えたくなるね日本橋の吉野家も青山の福島間も両方とも妙なところから商売にケチがついて店を畳むするとその後へ両方とも言い合わしたように外人経営の喫茶店が座り込む うん、なるほどちょっと妙だな妙でしょむやみに人を疑っちゃいけないかもしれないが私はそのことを森田から聞いた途端にこいつはひょっとすると何かのからくりで吉野県と福島間の商売にケチをつけうまく後釜に入り込んだんじゃあるまいかとそんなふうに考えてしまったんですところが 例の逃げた富子をね、あいつがどうもこの陰謀の手先に使われていたんじゃないかと思われる不審があるんで、その福島間で一番先に幽霊を見たなんてバカなことを言い出した若い男の人相が、どうやらこれが富子をそっくりなんです。どうも私は、あの富子は横浜辺りの愛の子の不良で、 誰かかに買われていいいるんじゃないかと思いますねどうもそういえばあの男妙に日本人離れのした麗な顔をしていましたよどうもこれは大変なニュースだなもしアキちゃんお前の言う通りだったとしたらこれは大問題だ俺は当然訴えて今のところからボンベーカリーを追い出してもう一度吉野家を繁盛させにはならんよいやどうもありがとう しかしこれは十分な証拠をつかんでからでないとかえって大変なことになるだろうよし一つこれから仕事の隙を見てはひそかにあのパン屋の尻尾をかぎ出し押さえつけてやろういやどうも実に大ニュースを教えてくれたねありがとうありがとうそれ以来島地君はがらりと人間が変わったようになってしまった故郷の稲葉家からは 度々節子の嫁入りの催促が来るのだがろくに返事も出さないいやそれどころか商売にもあまり身が入らない有様となったまずたった1枚だけ持っている既製品の背広を着て時々電車通りのかつて自分の店のあった後であるボンベーカリーへ出かけては2階の喫茶店であまり好きでもないコーヒーを飲むことにしたすると島司君は まもなくそこの給仕娘の一人からポンベーカリーの支店が日本橋の他に青山と銀座通りと上野広小路と浅草の菊屋橋近くとの3か所に店名は違うがそれぞれ電車通りに店を持っていることが分かった無論店主はそれぞれ外人でだいたい日本橋通りのが本店ということになって東京に合計5軒の店を持っているのである これだけのことを知ると島地くんは今度は銀座と上野と菊屋橋へ出かけてその3軒の店について順々に必要な調査を始めた今や島地くんは祭儀と復讐の鬼となったのであるさて調べてみるとその3軒の店も全て割に最近開店したばかりであることが分かったそして3軒とも やはり前に商売をしていた人が立ち退くとすぐ買い取ったり借り受けたりして店を開いたことが分かった島地君はその3軒の店の以前に住んでいた人たちがどういう理由で立ち退くことになったかを異常な興味を持って付近の家の人たちから聞き出し始めたすると次のようなことが分かってきたまず菊屋橋近くの ダンベーカリーの以前の住人というのはタクシー屋であったがこの家では抱えている自動車のうんちゃんたちが一種のストライキみたいなことをやってみんな辞めてしまった給金を上げてくれというのではないからストライキのように不届きなものではないかもしれぬがとにかく一層いい収入の方へでも転業するのかみんな辞めてしまったそして新しく雇い入れるうんちゃんも 誰かお客さんの中にでも先導するやつがいるのか雇われてきたかと思うとすぐ辞めてしまうこうして働く手足をもぎ取られたその店は自動車を動かすことができなくなってすっかり弱っているたらしへ次に上野のサンベーカリーの先住者は理髪店であったがこれは以前から商売をやめたくて新聞の広告欄などへ 譲り店の広告を出していたくらいであるから別に問題はないただその理髪店を譲り受けた人というのが新しい床屋の看板をかけたままなかなか商売を始めずそのうちに気が変わったのか鏡や理髪剤を叩き打って店を投げてしまいその後へサンベーカリーが入ったというのであるそれから最後に銀座の店の先住者であるが 最近はやりの汁粉屋さんであるところがこの汁粉屋さんの汁粉の中からアブラムシが出てきたのであるそれが一度や二度ではない時々出るのであるさあお客さんの女の子たちが騒ぎ出したもっともこれだけでは店を辞めるほどのことにはならぬかもしれぬところが悪いことには この油虫問題が23の新聞の投書欄で無名の投書家によってこっぴどく叩きつけられたこれが致命傷ですっかり人気をなくしてしまったその後へ何食わぬ顔をして入ったのが銀ベーカリーであるどうやら富子のような住み込みのできる手先がもう一人くらいいるんだなそいつが 自分の世話をする。シルクの中へこっそりアブラムシを投げ込んでは、その一方新聞へ投資をしたりしたに違いない。と島地君は睨んだ。さて、こうして三件の店の調べが終わると、いよいよ。島地君はこの外人経営の繁華街。乗り出しの裏には悪辣な陰謀があったことを確信するに至ったのだ。ところが残念なことには。 確かに、それに違いないとは思いながらも、果たして、それらの陰謀が間違いなく、ボン・ベーカリーの手によってなされたものであるという。確かな証拠は、まだ一つもつかめないのである。ちえ、富子の行方でもわかれば、ひっつかまれて泥を吐かせるくらいわけはないんだがな。しきりに悔しがりながらも、なんとか方法はないものかと考え続けた。ところが。 2日ばかりうんうん言って考え続けた島地君はふと自分の考え方にとんでもない間違いのあるのに気がついたおや待てよ俺は今までボンベーカリーが電車通りへ面したような繁華街へ乗り出すためにこういう悪い陰謀を企ててきたとばかり考えていたがどうもこいつは間違いらしいぞそうだもしやつらが それほどまでにして繁華街の店を手に入れたかったのならば、上野や日本橋や銀座はいいとしても、青山や菊谷橋のようなあまり繁華街でもないところへ手をつけるのは妙だ。それよりも、新宿や神楽坂のようにもっと繁華な街がいくらでもあるではないか。そうだ、そうだ。奴らは確かに盛り場へ出たいのが目的ではないんだ。これは… もっと別の目的で、どうしてもこのご箇所へ店を持ちたくて観察を漏したに違いない。では、その目的というのは一体なんだろう。こんな妙な五つの場所へ無理に割り込んでまで店を張って、一体どんな得があるというのだろう。島次君はとうとう古ぼけた東京の地図を持ち出してきた。そして。 その地図の上の問題の5箇所のところへ丸をつけて考えてみたわからない今度はその5箇所の丸と丸との間へ線を引いて5つの丸を結びつけてみたすると妙にゆがんだ英語の「S」というような字のようなものができた考えてみるやっぱりわからない 島地君はついに商売の方もほとんど投げ出した形で頭の中にその妙な疑問の S 字を浮かべたまま2日3日と過ごしてしまったそしてとうとう東京は第丸回目の防空演習に入りその第一夜の暗闇の中をおどおどしたような顔をしながらはるばる田舎からしびれを切らした武兵と節子が お嫁入りの押しかけ談判にひょっこりやって来たという次第であった美しき女定員いやどうもとんだ長話でしたが実はそういったような次第でつい心にもなくお手紙も書けなかったというわけなんですからどうか叱らず勘弁してください。 そう言って長い話を終わった島路君はブフェと節子へ芯からすまなそうに頭を下げたうーんなるほどどうも聞けば聞くほどけったいな話だねやっぱり東京は広いだけあって怪しげなこともいくらも起きているんだねそうだそういえばさっきわしたちも新橋の駅を降りて歩きかけた時にとても奇妙なことにぶつかったね ここで武兵衛は例の新橋の街頭における奇怪な出来事を思い出しそれを詳細に島地君に語り聞かせるのであった島地君は首をかしげながら武兵衛の話す姿なき快音や前髪の回をじっと聞いていたがやがて武兵衛の話が終わると急に笑い出しながら言った <laughs> なるほどねそいつはびっくりしたでしょうありゃ 田舎から出てきたばかりの人では誰だってびっくりしますよ私たちのようにしょっちゅう東京の町の中で暮らしている人間にとっては何でもないんですがねえ何でもないええ何でもないんですよそれはねきっとあなた方はその時地下鉄の排気口というか息抜き穴の前に立っていたんですよ ちょうど新橋のあの辺の下には地下鉄が通っていますからね初めて東京へ出てきたばかりだしおまけに薄暗い街だったんで全然気が付かなかったんでしょうが地下鉄の廃棄口というのは歩道の隅に畳を縦に23畳つないだ広さで細長く口を開けているんですがこれに歩道と同じ高さで頑丈な鉄格子の蓋がしてあるので。 ちょっと東京の人間でも気がつかないくらいですよ。きっと、その排気口のそばをあなた方が通りかかったときに、ちょうどまた下を地下鉄が通りかかったので、それで全然姿の見えない怪しげな轟音が聞こえてきたんですよ。おまけに排気口ですから、外には風が吹いていなくても、その穴の上だけはいつも多少の風は吹き上げているわけですから、その上 せっちゃんの花紙の一枚が偶然落ちてふわりふわりと舞い上がったというわけなんでしょうはははは。<laughs> いやー全く何でもないんですよそれにそういう廃棄港は新橋の底だけにあるんじゃありません銀座にも日本橋にも上野にも東京中の地下鉄の沿線には無数にありますよ ここまで言いかけて島地くんはなぜか不意に口をつぐんでしまった妙なことが起き上がった島地くんの顔色は何を持ったのかみるみる変わってきたまるで自分がうっかりしゃべった言葉の中から新事実の発見をでもした人のように目ばかり異様にギラギラと輝かしながらじっとあらぬかなたを見つめていたが やがてポンとばかり手をたたくといきなり叫んだわかったわかった疑問の S 字の意味が分かったな何が分かったのかねいや大変なことが分かったんです武兵衛さんの話のおかげで分かったんですちっ今までこいつに気がつかないなんてなんて俺もぼんやりだろういや他でもないんですよ さっき話した疑問の S という字の形の意味が分かったんです。あれは、ちょうど東京の地下鉄線の形と同じですよ。つまりさっき言ったあのボンベーカリーという怪しげなパン屋の5軒の店は、5軒ともちょうど浅草から上野、日本橋、銀座、青山を通って渋谷へ抜ける、地下鉄の沿線の上に立っているんです。 うーん、こいつは大発見だしかし待てよパン屋と地下鉄と一体どんな関係がある分からんさっぱり分からん島地君は考え込んでしまったがふと何かを思いつくと急に目を輝かしながらああそうだもしあのボンベーカリーが 外国のスパイなんかだったたとしたらどうだ、うんそうだとするとどうも何かありそうだぞいや確かに怪しい話だだがしかしどうもこうなると何かありそうでもありなさそうでもありこちトラの頭には荷が勝ちすぎてさっぱり判断もつかんうんそうだこいつはどうもいっそ傍聴会の人にでも訴えてて相談した方が良さそうだぞ そうだ、そうする方が安全だ島路君はとっさに決心したよしこうなりゃ前後は急げだ明日の朝早速出かけようというようなわけでその翌朝早くからあっけに取られている武兵衛と節子に家を頼んで島路君は丸の内発行ビルの国民傍聴会へやってきた国民傍聴会といえば すでに読者諸君もおなじみの通り最近1年足らずの間に矢継ぎ早に数々の大事件に関係してその会話を発揮して以来急に有名になってきた愛国青年探偵横川定介氏の指導する我が国唯一最大の民間傍聴機関である事務所の扉を開けて島地君はさすがにいささか固くなって訪れると 防空演習中のこととで特に早くから出勤していた所長の横川氏は早速会ってくれた例のニコニコと人懐っこい微笑を浮かべながら椅子を進めると早速気さくな調子で要件を尋ねてくれた島地君は今までの一切の出来事を最大漏らさず説明した横川帝介氏はじっと腕組みしたまま 島地君の話を傾聴していたが、だんだん話が終わりに近づくにつれ、何か非常に大きな感動を受けたらしく、しきりにそわそわし始めたが、やがて話が終わるとすっかりキビキビした。調子になって口をきった。いや、よくわかりました。あなたの努力を感謝します。確かにこれは重大事件です。よく知らせてくれました。むろんそのボンベイカリー系については。 当局にしても傍聴会にしても他の在留外国人同様に一様の調査はしてあるんですがそれによるとあのボンベーカリー系の5人の経営者は全て海の向こうのマル国人ですが非常な親日家で最近自局の緊迫化に伴って本国大使館からの引き上げ勧告もあったんですがそれさえ拒絶して自分たちはあくまで愛する日本にとどまって 日本国民と共に暮らすのだとまあそういうことになっているのですがあなたの話でこれがすっかり怪しげなものになってしまいましたもろん外人の中にも真に日本を理解して日本の力になろうとする人たちもあるんですから外人といえば片っ端からこれをスパイシーするようなことは大国民として慎むべき態度ですがしかし 油断だけは決して誰に対してもしてはならないわけですもしあなたの場合のように少しでも怪しげなこれはというような根拠をつかんだような場合は絶対に躊躇すべきではありませんいや全くよく知らせてくれました私たちはこれから直ちに徹底的な調査を始めますそれであなたにもいずれまたお目にかかれると思いますが 事件がすっかり解決できるまでは、この問題は絶対秘密にしてもらわねばなりません。わかりますね。いや、どうもありがとう。横川氏は、そう言って島路君の肩に力強く手を置いた。こうして、5件のボンベーカリー系に関する機械な問題は、島路君の手から、が然国民傍聴会の手に移され、 横川氏の指導によって直ちにその日から迅速果敢な徹底的調査が開始されたまず日本橋のボンベーカリーの店頭にちょうどその日の朝までぶら下がっていた女店員募集の札がひょっこり外されると昼頃から非常に美しい一人の女店員が新たに入店したらしく喫茶室に顔を見せるようになった「誰あろう 傍聴会の甲一天横川帝介氏の女秘書柴谷菊子さんであるちょうど募集の出ていたのを利用してまんまと喫茶ガールに化け込んだという寸法夕方になると大勢の客たちに混じって一人の青年がまずうち見たところスポーツ好きの会社員といった風妻の青年がやってきて喫茶室の一隅に席を取り パンとコーヒーを注文してさりげなく辺りへ鋭い一別を投げかけるこれまた誰あろう傍聴会切手の猛者柔道五段の明石鉄平君だすると柴谷菊子城をふするところの美しき女店員がやってきて注文の品を鉄平いや青年客の前へ並べついでにさらさらと書き下ろした勘定書きの伝票を卓上に伏せると も見事な水臭さでさっさと引き上げてしまう青年客はかれこれ20分ばかり粘るとやがて物うそうに立ち上がって伝票をつかみながら店先の勘定場の方へ歩いていくところが青年客が手にした伝票というのは実は2枚重ねになっていてそのうちの1枚はいつの間にか青年のポケットへ滑り込んでしまい 残りの1枚がバラ線と一緒に感情台へ載せられる謎ということは誰も気がつかない店を出ると青年はいや明石君はそのまままっすぐ丸の内発酵ビルへ駆けつけるもたらされた伝票の上に鉛筆でサラサラと書かれた文句を読み終わった横川氏はご苦労この調子で23日続けてくれたまえ 何、2日か3日で尻尾をつかむよ丘の4軒の方は丘の連中に任せておく恐ろしき陰謀こうして早くも3日目になると果たして横川氏の狙い通りすっかり有力な情報が整ってしまったそれによるとまず ボンベーカリー系は5軒ともそれぞれの店の奥に小さなパン工場を持っていて各自の店でパンを作っていること工場の下には地下室があってそこに材料の小麦粉やパンダネが貯蔵されているがこの地下室へはパンダネである酵母の貯蔵に特殊の注意がいるという理由で店主以外は入れさせないこと日本橋店の主人公レッド・バトラーの両手を見るに パン屋の親父にししててては少し不しくれだっていて肌が荒れすぎており洗濯物の中に混じっていたレッドのフルズボンの膝のところが土で汚れていたこと小麦粉ではないですぞなおこの機械な土は5軒の店が共同で材料仕入れに使用するオート三輪車の箱の隅にもわずかながら残っていること5軒の店の店主たちは毎月1回ずつ 営業成績報告のためと称して日本橋店に会合する習慣になっており今月分の会合は実に今晩8時頃より行われるはずであることなどなど以上である画前、傍聴会本部は色めき立った警視庁としきりに電話の連絡がされるやがて夜が来た 防空演習もいよいよ最後の日程に入り想定は一段と実践化して暗安たる東京の夜空には不気味なサーチライトがしきりにひらめき鉄器はまさに太平洋岸に迫らんとするその東京の夜暗を塗って紅葉のマークをヘッドライトにかぶせた数台の自動車が日本橋通り丸丁目へ向かって疾走し始めると10分後には ボンベーカリー日本橋本店に水も漏らさぬ包囲陣が敷かれた遠くで校舎期間中の活発な音が起こったボンベーカリーの2階の喫茶室へ横川明石その他を先頭にする数名の私服が33午後何食わぬ顔をして入っていく空襲かといえども時刻は早いのであるから完全に遮断された室内ではまだ営業を続けている 古城の女店員がコーヒーと一緒に伝票を卓上に伏せる一行は立ち上がって階段を降りると外へ出ると見せてつかつかと奥へ走った流れる殺気途端に工場の2階から土星と共感パンパンピストルの音だメリメリドスンとはしごを響かせて工場へ転げ落ちた一人の赤毛男が 地下室の扉へ焼夷弾をたたきつけた爆発発火炎上恐ろしい混乱がやってきた屋内の男女は金切り声を上げて逃げ惑う分けてもひどいのは表2階の喫茶室にいた連中だ茶碗や皿を投げ出すと顔色を変えて我先にと階段口へ殺到する 押し合いもみ合いガラガラッと手すりが壊れて開花へ転倒する男女あとで分かったことであるがこの時3人のけが人が出た兵祖はバスを待つためにきちんと一列に並ぶことのできるあの訓練された市民の中からであるしかもこの日が至るや焼夷弾その他の攻撃から直接受けたものでは決してなく それを避難せんとして首相労狽したそのためにこそ起き上がった三階なのだところで一方工場の方ではこの時不思議なことが起き上がっていたいつの間にどこからかやってきたのか頭巾にモンペ姿のりりしい夫人をも交えた一軍の軽装した人たちがずらりと並んでこれはまたクソ落ち着きに落ち着きながら確実敏昇な動作で 水の入ったバケツや消火弾を手送りしている隣丸町目第丸隣組防火軍の人々だその沈着果敢な動作と真剣な目の色の中には演習も実戦も区別はない果たして効果はて面。さしもの火星もみるみる衰えて大事に至らず消え果ててしまったところでもうこの時には 5人のスパイたちはとっくに取り押さえられて自動車でどこかへ運び去られてしまい横川氏と23の重だった係官たちは焼け落ちた扉口をくぐって地下室の奥深く入ってしまっていた作者も急いで追っかけようまず地下室は思ったよりも広く八畳間くらいあって倉庫らしく小麦粉を入れた袋やその他の品が一面に積んであり突き当たりの壁の隅に。 どうやらこれは仕掛けどらしい小さな口が表通りの方角へ向かってぽっかり開いているその中へ入ってみるとなんとそれは壁から向こうの大地の中へ掘り抜いた狭い地下道だ真っ暗闇でおまけに下り坂と来ている構わずどんどん入っていくと五六軒も歩いたかと思われる辺りでもう行き詰まっている 地下道の正面にはなんと厚いコンクリートの壁が現れてその前で懐中電灯をつけながら横川氏は何かしきりに説明をしている見ると正面のコンクリートの壁の中ほどに最近開けたばかりらしい人間の頭が入るくらいの穴が口を開いているかなり深いらしいところを見ると壁の厚さも察せられる 横川氏が言った。皆さんここの位置が分かりますかそしてこのコンクリートの壁は何だと思いますかそうですお察しの通りここは電車通りの真下でこの下は地下鉄の壁ですよやつらは5人とも恐るべきマルコクの破壊暴力犯で まずこの地下鉄に目をつけいろいろな観察を浪して5人の全住者を追い出しそれぞれの後釜に入って5軒の店を開くと巧みに新一喫茶店に化けて営業を続けながらも実は本当の仕事として毎晩夜中にこの地下道を掘り続けていたんです無論工事の遅速はあるとしても ほかの4軒の店の地下でもここと同じことが行われていたんですそして長くもない距離ですから間もなくこの地下鉄の壁にまで行き当たるとドリルで壁に穴を開け始めたんです横川氏はいつの間にかどこからか探し出したらしい鉱山用の小型ドリルを持ち上げてみせた無論このコンクリートに穴を開けるときには 地下道とは違って激しいドリルの機械音がしますからひょっとしたら壁の向こうの線路を甲府でも通って怪しまれたりすることのないようにおそらく向こう側を電車が轟音を立てて通過する時にだけ仕事をしただろうと思いますねところでじゃあなぜやつらはこんなところへ穴を開けていたかと言いますとそれは この穴から地下鉄の中へある時期に毒ガスを注ぎ込むためなんですちょうどドイツ機の空襲下におけるロンドン市民が地下鉄へワンサと避難したようにもし東京が空襲を受けるようなことがあれば帝都の市民もきっとこの地下鉄へ避難するでしょうその時にこの穴からいや5箇所に焼けられたこのような穴から 猛烈な毒ガスを注ぎ込んで一挙にして地下鉄前線を恐るべき墓穴と仮そうという目的なんです恐ろしいことを考えたものだそうそうさっきあの地下室の倉庫でご注意申し上げたでしょうあの小麦粉の袋の肌へ×印を書いたやつが10袋ばかり一番奥の方に大切そうにしまってありましたね あれがおそらく後で調べればわかりますがその時使う毒ガスの材料だと思いますそして無論あのレッド・バトラーを主界とする5人のスパイはその時期まで断固として日本に踏みとどまろうとする決死体なんでしょう恐ろしいことですこれでこの悪辣な一味の陰謀は未然に防がれたわけですが 今後とも私たちはお互いに油断なく警戒して私たちの帝都を守らねばなりませんね。そして同時に隣組や家庭で作る防空壕をもっともっと尊重しなければならないわけですね。おや電車の響きが聞こえだしましたね。一つこの穴の向こう側にはめてある蓋を取ってみましょう。 横川氏はぐいっと乗り出すと穴の中へ片手を突っ込んでどうやらコンクリートで作ったらしい丸い蓋のようなものを抜き出したすると冷たい風がさっと吹き込み同時に激しい轟音が穴の中から飛び出してきたと急に穴の向こうが明るくなったと思うと次の瞬間ものすごい風を投げつけながら 地下鉄電車の屋根らしい黒いものがガーッとばかり穴の向こうを通り過ぎてすぐまた元の闇に戻っていったもうあれから数か月が過ぎてしまった事件はすっかり肩がついて例の臨時雇いの富子はもう一人のスパイの手先と一緒に 横浜外人街の怪しげな巣の中で捕らえられてしまったし島路君も中毒事件の冤罪が晴れて念願通り今は再び電車通りへボンベーカリーの後へ新しい店を開いてすっかり繁盛しているいやそればかりか吉野家ののれんの影からは赤いたすきをかけたせっちゃんの初々しいズ妻姿がちらちらと見えるのである 何しろまだ田舎から出てきてほんの少ししかたっていないのであるから気持ちだけは一生懸命でもどうも忙しい吉野家のおかみさんとしての働きぶりはまだまだ十分板についていないようだがしかしこの通り丸丁目の隣組のおかみさんたちの中ではせっちゃんはすっかり人気者になっているというのはこないだの組の大家さんが広くもない庭の一部を提供し みんなで隣組の防空壕をこしらえた時に鶴橋やスコップの扱い方にかけてはおかみさんたちの中でせっちゃんが一番遠に行っていたからである高賀三郎小手川英介の奇怪な犯罪。 小手川英介は同棲していた彼の愛人信子と友人の関次郎とを毒殺した罪で第一審で死刑の言い渡しを受けた彼の弁護士だった私は彼の犯罪のうちにどうも腑に落ちない点があるのでおそらく無罪には何はしないかと思っていたので早速彼に控訴を勧めたところが彼は。 としてて私のの勧告を受け入れないでそのままま罪してししったしかし彼は処刑はされなかったというのは彼は死刑の執行に先立って官房内で石を遂げたのである私がもう一度控訴の勧告に行こうと思っていると思いがけなく彼が自殺したという放置が来たそして同時に 彼が獄中でしたためたところの藩士に毛筆で細々と書いた遺書が届いたのである私は一種異様な気持ちで彼の遺書を読んだそうして私はその内容の危機解開なのに驚くとともに彼が彼の犯罪をあんなに容易に自白し第一審の言い渡しにいいとして複罪したわけが初めて分かったのだった 私は遺書のうちからまず最も私を驚かしたところを引用してみよう手のひらの中に完全に隠れてしまうような小さな瓶ではあったが手が激しく震えるためカチカチとなったその音が私の耳には私の悪事を家中に知らせる鐘の音のように響いた私はぎょっとして 慌ててたりを見回した店の前は今しも乗り合い自動車が大きな響きを立てて白い写真を上げながら漆黒していったところで23人の通行人はそれを避けるのに忙しく暗い薬局の陰で私が何をしていようと気づく憂いはないのだった私を信じきっている店の老人夫婦は奥の方に引っ込んでいて少しも出てくるような気配はない 私はほっとして瓶と瓶とが触れ合う音を最小限に保ちながらようやく中身を入れ替えることができたアセチールサリチール酸と書かれた音符瓶に証拠を証拠と書かれた瓶にアセチールサリチール酸を私は非情な努力で中身の変わった瓶をそれぞれの棚の上にのせた 私は頭がぼーっとして足が定まらずまるで酒に酔ったようだった喉が渇いてたまらないのでそばにあった蒸留水をぐっとあおった薬局の台につかまってしばらく息を沈めたあと私は囲いの外に出たそうして店の上がり口にそっと腰を下ろした 私はもう一度注意深く外を眺めたが店の前を通る人はちらほらあっても誰一人私の行動を怪しんでいるようなものは見当たらなかった私はたもからタバコを出して火をつけた私はだんだん落ち着いてきたああこれで私の恐ろしい計画も半ば成功したのである 私は小手川の遺書この部分を読んだ時に思わずぞっと身の毛がよだった機械文化の進歩するに従って犯罪はますます深刻化すると言われているがこの小手川が考えついた殺人方法は実に陰険残忍高知を極めたもので恐るべき正規末的犯罪であり一面から言うとこうしたことを考えつく 彼ののの精神の健全さを疑わなななくてはならないのである。しかし小手川は私の知っている範囲ではごく普通の人間だった彼は相当の家に生まれ不幸母親は早く失ったけれども格別の苦労もなく大学を卒業してさして就職難も味わわないで立派な勤め口を得たので学校時代の友人に聞いてもまた勤め先の同僚に尋ねても どちらかというと打ち気で温厚な青年紳士として通ってきたのだった精神鑑定の結果も別に異常は認められなかったのであるがここにただ一つ見逃すことのできない特異性が彼にあったそのことは私が弁論中にたびたび繰り返したのであるがおそらく遺伝的素質であろうと思われるところの病的嫉妬である 彼のこのの病的嫉妬は、彼の告白によると少年期にもしばしば現れたそうであるが青年期に移るに及んで医師の抑制によってほとんど意識下に潜在せしめることができたということだったしかし彼が曽根信子に熱烈な恋愛を感じると同時にこの病的素質は俄然多年の有責を破って踊り出したのである 小手川の愛人信子については私は深く知らないが彼女はダンサーという職業を持っていた女に似合わずどっちかというと地味な母性型で一人の男性に忠実に仕えていくといった夫人だった裁判所では小手川と彼女との関係を単に同性している愛人程度にしか認めなかったが小手川は彼女が確実に彼の妻であることを主張していた 父親はじめ親戚の反対で彼女を入籍させることはできなかったけれども小手側はどんなことがあっても彼女と別れる気はなかったのであるこの点では2人の関係を単に地上に過ぎないと見た裁判官は少し冷酷ではなかったかと私は思っている蝉二郎とノぶことがどういう関係だったかということは遺憾ながら私にはよくわからない蝉は 小手川と高等学校時代からの友人で小手川にとってはほとんど唯一の親友というべきだった蝉は内気な小手川の親切な相談相手でもあったし遊び友達でもあった小手川をダンスに引き出したのも蝉だし信子を紹介したのも蝉だった従って蝉は小手川よりも先に信子を知っていたわけでもあるし彼女に対して 恋愛的ななな感じを持っっていいかったとは言えない彼女の方でも小手川よりはむしろセの方により多くの好意を持っていたのではないかと考えられる点も少なくもないのである小手川は信子と愛知るとほとんど同時に彼女に熱烈な恋を感じたのだった彼が彼女を得るためにどんなに努力したかいかにあらゆる障害に勝とうとしたか また、どれほどの犠牲を払ったかということは、彼の告白書を読むと、変質的な人間の執念の恐ろしさに思わずぞっとせずにいられないのである。前にも述べた通り、小手川より前にすでに相当親しかったセギとノブとの間には、恋愛に似た何者かがあったかもしれない。しかし、健全な人間が誰でもそうであるように、ましてセギは、 小手側の間ではあるし、小手川のそうした半ば強敵な態度に対しては信子に関して傍観的にならざるを得なかったのだ一方信子もまた前に述べたとおりダンサーという職業に似ず怨霊な母性型の女だったから小手側のうるさいほどの情熱のためについ動かされて同棲するに至ったのだった小手川の情熱は、 信子と同性の望みを遂げるとともに一変して恐ろしい嫉妬となった彼の嫉妬の対象は誰でもうなずけるように当然親友のセギであらねばならない彼の変質的な嫉妬は火の矢のようにセギの一心に集中されたのだったここまで書けばもはやくだくだしくは言うまい 小手川が世義に殺意を生じたことは当然すぎる気結であろう私は実は小手川の犯罪の動機についてはありふれたものとして詳しく述べるつもりはないのだただ動機を全然省くわけにもいかないしそれに多少でも小手川の性格の一端を知らせるためにもと思ってできるだけ簡単に書いたのである私はむしろこれから書こうとする 彼の犯罪の手段に重きを置いているものである親友・ギを嫉妬のために殺そうと決意した小手川は素振りにもそれを表さないでネチネチと夜となく昼となくその方法を考え抜いた彼は犯罪学の書物を調べたり探偵小説や犯罪実話をできるだけ漁った彼が深夜そうした本に読みふけりながら 思わず会心の笑いをニタニタと表した場面を想像するとすやすやと無心に寝イる旅人の息をうかがいながら大きな出刃包丁を悠々と研いでいる鬼のような老婆の姿と少しも変わりがないような気がする彼は結局殺人というものはできるだけ大胆にズバリとやって積極的証拠を少しも残さないようにし よし、嫌疑を受けても否認し通すというのが最良の方法だと考えたしかし気の弱い彼は聞いただけでも恐ろしい刑事部屋で荒くれ男に信仰まで責め問われたり死体の写真を突きつけられたりしてはしまいまで否認し続ける自信はなかったそこで彼は比較的難しくてかつ発覚しやすい方法ではあるが 絶対に嫌疑を被らない手段を取ることにしたがこれはその方法を思いつくのが容易なことではなかった小手川は腕力には自信がないし担当やピストルなどの凶器を使うのもおぼつかないので殺害には毒薬を用いるほかはなかった彼はセギとは親しく交際しているし彼がただ一人で住んでいるアパートメントへも自由に出入りできるし 彼が飲みそそうなものの中へそっとと毒物を入れてておくことは極めて容易であるしかしセギが毒殺されたことが発覚したら彼は少なくとも第一に参考人として呼ばれるだろうその時に彼がセギの殺される前後にアパートメントに出入りしたとかあるいは密かに毒薬を手に入れて持っていたとかいうことが知れたら参考人はたちまち被疑者になってしまう。 彼はセギが殺される時に絶対に彼のそばにいてはならないし毒薬を手に入れたということを人に知られてはならないのだこれは実に難しいことであるこんなことで小手川は「あれでもなしこれでもなし」と昼となく夜となくセギを毒殺する方法で頭を悩ましていたがふとした出来事から彼は素晴らしい方法を思いついたのだった。 それはある日の新聞に小学校の教員が生徒にアスピリンを与えようとして誤って証拠を与えて即死させたという記事が出ていたことだったアスピリンと証拠とは小手川の調べた結果では経験のある人なら外観だけでも区別がつくしまた味によっても水に対する可用性の程度でも区別がつくはずであるしかし 薬品のの知識なないものなら、信用すべき人。例えば医師薬剤師などから与えられたら気が付かずに飲むに相違ないのである小手側のこうした考えを助けたものにもう一つの新聞記事があったそれは某薬品会社がアスピリンと劇薬ピラミドンのレッテルを張り違えて売り出したという記事だった 専門家の間にでも時々にこうした間違いがあるとする仮にアスピリンのレッテルを貼った瓶に焼香が入れられて売られたとしてもそれは当事者の錯誤であるとして済まされないことはないだろうセギは決して虚弱な体ではなかったどっちかというと健康体なのだがどういうのか薬を飲むことが好きだった 頭痛の薬は自薬のようにして飲んでいたし咳が出たといっては咳止め薬風邪をひきそうだといってはアスピリンというふうにちょっとしたことでもすぐ薬を飲むのだった小手川は咳のこの性癖を利用してアスピリンの瓶に焼香を入れて飲まそうというのだった小手川は初めにアスピリン瓶に焼香を入れたものを用意して セギが何かの機械で欲しがった時にそれを飲まして責任をアスピリンを販売した薬店に負わせようと考えたがこの方法では小手側がひそかに中身を入れ替えたのではないかと疑われた時反駁できない恐れがあるもしセギに中身が証拠であるアスピリンの瓶を交わすことができたらそれこそ小手側には微塵の疑いもかからない方法ではないか。 しかしそんなことが可能であろうかもし小手川の住んでいる近所に従ってセの近所になぜかというとセと小手川はかなり近くに住んでいたから一軒の古ぼけた薬局がなかったら小手川もそうした考えは夢に過ぎないと諦めたであろうところがこうか不こうか小手川は 彼の目的を遂げるために最も好都合な薬局を見いだしたのだったその薬局というのは老人夫婦と息子の若い薬剤師の3人暮らしで若い薬剤師は何か他の仕事を持っているらしく始終外出していて薬局は開いているもののほとんど名のみで店のことは一切老人夫婦がやっているのだったいかに小手川が企んでも 経験のある薬剤師にアスピリンと証拠等を見誤らせることはまず不可能であろうしかしこうした店ではもし中身をそっと取り替えておくことができれば老人夫婦は気がつかないで売るかもしれないアスピリンの内容を証拠とすり替えておくそれがセギに売られるセギは少しも気がつかないで それを飲んで死ぬ。こんな偶然の連続がスラスラと運ぶかどうか甚ははだ疑問であるけれどももし順序よく行けばセの死んだ罪は薬剤師が負うこととなって小手川は全然嫌疑の外に置かれるわけである小手川はうまく工夫してその偶然をうまく連続させればいいのである小手川は こういうい恐ろしいたくらみに考えつくと不自然でない程度でせっせとその薬店に出入りして息子の薬剤師と心安くなると同時に老人夫婦ともすっかり仲良しになったそしていつとはなしに店の人と同じようになって時には心安だてに店番さえ頼まれるようになった今は「せぎが」 この薬局にアスピリンを買いに来る機会を待てばいいことになったのであるところが薬好きのセギはいつも銀座辺りの大きい薬局で買って近所の古ぼけた薬局を見向きもしなかったしかし小手川は焦る心をじっと抑えて辛抱強く機会の来るのを待っていた話せば簡単であるけれども小手川がセギを殺そうと思い立って このボケた薬局を利用することを考えつき巧妙に店の者に近づいて信用を得るようになるまでには相当の月日を経過したのだった彼が着々として計画を進める間彼はセギと暢子の間については無関心であったかというとなかなかそれどころでなく一刻といえども彼らの間を疑わずにはいられなかったのである彼は信子は信より、 セギの眉の毛一本の動きからでも何かしら鍵ぎ出そうと努めていたのだったところがそのうちにセギがどうしたのか元気がなくなって変に打ち沈んできたそして彼の憂鬱は次第にひどくなって日一日と憔悴していくのだった他に何事も考える余裕のない小手川はセギのこの異様な憔悴ぶりを 無論信子と結びつけて考えないわけにはいかなかったのである彼は関がきっと信子を手に入れようとして焦っているのだと考えた彼はもうじっとしていられなかった彼は関が自然に例の薬局に足を入れるのを待つべきで関にことさらにその薬局に行くことを勧めるのはいささか危険だと考えていたがもうそんな悠長なことは言っていられない 彼はある日セギに何気ない封をしていったどうも近頃君は元気がないねうんセギはうるさそうに生返事をしたどうもいけないねどこか悪いんだろう医者に見てもらったええや見てもらった方がいいねどうもどこか悪いらしいぜ もし何だったら薬だけでも飲んだらうんこの先のほら古ぼけたような薬局ねあれでもちゃんと薬剤師がいるんだぜ容体を言えば何か適当な薬をくれるぜ何今までうるさそうにしていたセギはこの時初めて返事らしい返事をしたそうかいあの汚い店に薬剤師がいるのかい そいつは知らなかった。それじゃわざわざ遠くに行くには及ばないこれからあそこで買うことにしよう小手川は閉めたと思ったそしてもう話をそれ以上に進めずわざと他のことに紛らしてしまったその後セギはちょいちょい近所の薬店で薬を買うようになったそうしてある日小手川はセギの言葉から「 ごく最近に彼がその薬店でアスピリンを買おうとしていることを探り出した彼は時が来たのを人知れずククッと笑ったそうしてこの話の冒頭に述べた通りそっと薬局に忍び込んでアスピリンと焼香糖を入れ替えたのだったある日関次郎は アパートメントの一室で冷たくなっているのを発見された取り調べの結果彼は証拠を仰いで死んだことが判明した別に遺書らしいものはなかったがその少しも取り乱していない有様は覚悟の自殺であることが十分うなずけるのだったただ不審なのは毒薬をどうして手に入れたかその経路がはっきりしないことだった 小手川はもちろん内心ビクビク者であったがそんな色は少しも表さないで検視の場に立ち会っていた彼の告白書によるといよいよ自殺と決定した時には変にうれしさがこみ上げてきて困ったそうである警察官はセギの親しい友人である小手川についていろいろのことを聞いたあなたは何かセギが自殺の原因について心当たりはありませんか さあ、最近非常に憂鬱になって元気がなく憔悴しているようでしたがどうもこれという心当たりはありません彼がどこから毒物を手に入れたかご存じありませんかこの質問には小手川はぎっくりとしたしかし何気ない顔をして答えた一向存じません尋問が無事に終わった時に 小手川はほっとした。そうして心の内で赤い舌を出したことは言わずもがなである小手川はセギを覗き去ることにうまく成功した全ては彼の計画通りにいってあれほど存在を呪っていた宮敵は永久に彼の前から消え去ってしかも小手川は誰からも少しも疑いを受けなかった。 彼はセギをトリックにかけて殺したことを少しも悔いなかったかえって心の重荷が降りてほっとしたのだったところがああなんと呪われてあれ彼は非常な錯誤に陥っていたことを発見したなんとなれば彼は嫉妬の対象だったセギを殺してほっとしたのをつかの間で彼はまた 何かしら異常な嫉妬に悩まされるのだったそれは嫉妬の対象がセギだった時に比べて相手が何者とも知れない無形の者のだけに一層苦痛は激しかった彼はすぐにセギを殺したことを後悔し始めた彼は信子についてセギがいなくなっても少しも安心していられなかったのである セギが死んで23日すると小手川は嫉妬の妄想に責め悩まされた彼は髪の毛をかきむしりながら「ああ俺は金が狂いそうだ!と」と何回となく叫んだそうであるところが彼はセギを殺したことを別の方面から後悔しなくてはならない大事件が起こったのである が死んでからにたたっ彼は日夜の反問にげっそり痩せて狂犬のように落ちくぼんだ目を光らせながら外から帰るとなんと妻の信子が獅子をピクピクとけいれんさせながら断末魔の苦しい息をついていた彼は危うく気絶しようとするのを耐えながら妻を抱き上げたが彼女は く,っくりこときれてしまったその時に彼はふと妻の足元を見たそこには小さい薬瓶が転がっていた「アセチールサリチールさん」と書いたレッテルが踊り狂いながら彼の目を打った小手川が付近の人に発見された時には彼は妻の死体をたきながら 信子を殺したのは俺だと叫び続けていた彼はやがて出張した警官に妻に証拠を飲ませて毒殺したことを自白した理由を問われた時に彼は最初は曖昧だったが後にはっきり妻が不定を働いたから殺意を生じたと申し立てた係官の頭にはすぐ つい45日前独死したギのことが浮かんだギの死はその状況から覚悟の死と決定したのだけれども遺書も発見されなかったし今の小手川の様子を見るとあるいはと思われたので係官はそのことを尋問してみたすると小手川は思い出したようにそうですその通りですギも 私が殺したしがのです。彼は妻の不定の相手なのですとはっきり答えたしかし彼は毒薬の出どころについてはがんとして口を開かなかったそれ以来小手川は彼の陳述を翻さなかった弁護人だった私はどうも事件に仮点のいかない節があるように思われて 何回となく小手川に真実のことを述べるように言ったが彼は彼の申し立てていることが真実に相違ないと言って私の言葉に耳を傾けなかったそのために彼はついに一審で死刑の言い渡しを受け私の忠告を退け直ちに服罪したことは前に述べた通りである小手川がなぜ妻を毒殺したと自白したか さらに進んでセギを殺した罪までなぜ引き受けるに至ったかということは彼の遺書にしたためてあった事実を知るとややうなずけるものである彼が一審の言い渡しに服したのも彼はもはや生きていくつもりがなかったからだと思われるそこで小手川が伏在した気持ちはわかるとしてわからないのは彼の機械の犯罪である私は 彼の遺書を読み終わるや,否や第一に彼の遺書中に出てきた薬局を訪ねた薬局は小手川の言った通り古びた貧弱な店で老人夫婦とその息子の若い薬剤師とがいた私は若い薬剤師にいろいろと聞きただしたが彼はセにも小手川の愛人にもアスピリンその他の薬品を売ったことは肯定したが 毒劇薬を売ったことはなくまた誤って毒劇薬を売ったようなことは絶対にないと否定したあるいはこの薬剤師は彼に恐ろしい責任がかかることを恐れたためかまたは何かかかり合いになるのを避けるために嘘を言うのではないかと疑ったが話の様子ではこの青年はすこぶる真面目な責任感の強い男で決して卑怯に嘘を言うものとは思えなかった ところで薬剤師の言葉が真実だとすると一体小手側の犯罪はどうなるのだろうか私は被告とは全く別個の立場から蝉と信子とは合意の上司を遂げた者内氏は信子が蝉の死に同情してその後を追った者すなわち2人の死は共に自殺であることを法廷において主張したけれども それは別に確たる証拠があるわけではなかった裁判官は私の弁論よりも被告の自白に重きを置いたのだったしかしあるいは私の考えが当たっていたのかもしれないまたセギは生前の憂鬱な様子から察すると何か訳があって実際自殺したのかもしれないのだ小手側は 彼がセギとノブコの2人を殺したことを固く信じていたようだった事実2人の死は共に焼香の中毒だったしセギの場合は不明だったがノブコの場合は足元に転がっていたアスピリンの瓶から焼香の存在が検出されたのだったところでこれがセギの場合だったとしたらあるいは彼は例の薬局から中身の変わったアスピリンを買ったのかもしれないと言えるが もし仮にそうだとしてもセギの死に刺激されるべきはずの薬剤師が再び少しも気づかないで証拠をアスピリンだとして売るだろうかこんなことは常識では考えられない上に薬剤師自身は薬品の間違いは絶対にないと言っているのだからどうも変である小手側が何か思い違いをしていたのではないかと思われるさて 小手川が思い違いをしていたとしたら蝉と信子はどう解決されるべきだろうかなんと言っても当事者が三人が三人ながら死んだ今日永久に解けない謎である「野村古道」「踊る美人像」 不思議な手紙兄貴、こいつは一杯食わされたらしいぜし関東新報の社会部長で名記者と言われた千草十二郎は好んでこんな天保な口を聞く部下の早坂勇一名足の勇をたしなめるように霞門の方から入ってくる狭い道を指しました あれを見ろ勇女だしかも若くて美しくてぜいたくな女だなるほどこいつは面白い2人は口から耳へこうささやき交わしてふっと口をつぐみました日比谷公園の新音楽堂の裏手 忘れられたようなベンチを見守って1時間余り我慢していた2人だったのです若くて美しくて贅沢な女はベンチのそばまで歩み寄った不安そうに辺りを見回しながら崩れるように腰を下ろしました少し遠い電灯は青白くその顔を照らし出します2人の新聞記者は

柔らかい、甘いメロディーです。ちぐさじゅうじをここにおびき寄せた不思議な手紙は、つい3時間ほど前に新聞社に配達されました。渋谷局から出した速達書き留めで、中にはこう書いてあります。素晴らしい新聞種を提供しよう。今夜9時ごろ。 日比谷公園新音楽堂裏のベンチを見張っているがよいただし姿を見せると鳥が飛ぶぞ新聞社へ舞い込んでくる当初は十中八九まで馬鹿げたものですがこの手紙には捨て鉢な文句のうちになんとなく心惹かれるものがありました手の空いている足の勇を促して公園の闇にしゃがむというのは ちぐさ十二郎ほどの顔になれば容易なことではありませんテンポの速い生活10分間ばかり美しい女優はじっとしておりましたやがてチュッ舌打ちを一つベンチから身を起こします わざと目立たぬように地味な和服を着てはおりますが贅沢癖は嫁にも隠せず体を動かすごとに虹のような宝石が体のあちらこちらからキラリキラリと光りますこの時どこから飛び出したのか黙って女優の行く手に立ちふさがったのは腐ったソフトをわしづかみに巣合わせを着流した痩せた男モズの巣のの巣ような髪の下から、 妙に大きい目が2つ見入るように美しい女優の顔を見つめますっ女優は一歩下がりましたが気を取り直して遠い明かりに男の顔を透かしながらやはりあなたね手が変わっているから変だとは思ったがあんなことを言われると来ないわけにはいかない。 勝ちきらしいメソソプラノが夜の空気に生めかしく響きます。こうでもしなければ俺にやってくれるお前ではない。そうわかっているだけで感心よ。さ、物わかりのいい坊ちゃんはこんなキザに筋書きを書くものじゃない。黙って私を帰らしてちょうだい。いけないよ。じゃあどうしようというの これでも昔の夫じゃないか。一時間や二時間は付き合っても弱ろう。ごめん、こむるわ。今晩は私のアパートへ大勢客を呼んでいるんだから。昔の亭主などを相手にしちゃいられない。ご存知の通り、私の生活はそりゃテンポが早いんだから。何あなたの顔を見ると胸がいっぱいになるということなの。 横須賀行きの電車みたいな顔だわねえ <laughs> 抑えきれない凶傷が闇の中に突っ走りますチクまだ俺をバカにする気かあらごめんなさいよそんな気じゃないわだけど本当に今晩は付き合っちゃいられない次にしてくださいな無期延期よねね いけないよお前のために、名誉も財産も、対面も自尊心も失ってしまった男が、最後の恨みを言うためにこの機会を作ったんだ。男から男へ、庭石を踏むように渡って歩くお前でも、庭光一のこの落ちぶれ果てた姿を見たら、少しはなんとか思うだろう。お気の毒様、何とも思ってやしないわ。 1一年でも半年でも柳いとこほどの女をままにしたんだもの5万や10万の心情を棒に振ったって何でもないじゃないの丹羽さんさようならもうこんなキザなことはよしてちょうだいますますかわいげがなくなるばかりだわ <laughs> つと身を返して霞門の方へ逃げようとする女優の襟首へ男の手は むずと加わりましたあれふん <laughs> <laughs> いい思いつきだできるだけ大きい声を出してみろデート劇場の柳いとこが元の夫小じきのように落ちぶれ果てた庭光一に手ごめにされたとわかったら東京中の新聞屋がどんなに喜ぶかわからないチキちくしょう それでなくてさえこの芝居にはちゃんと見物があるんだえ驚くなよ今すぐ殺そうとは言わない一体どうすればいいんだ早く言っておくれお安い御用だ俺が心血を注いで掘ったあの踊る美人像を返してくれ お前というものに愛想が尽きると、俺は急にあの彫刻が恋しくなったんだ。嫌だよ。それに、あんな大きいものを持って歩いているわけじゃなし。今でなくていいよ。後日のために抵当だけ受け取っておこう。抵当なんか持っちゃいないよ。第一に、その指輪を渡すさ。これは、 お前知ってるよ近頃夢中になっている石越しが買ってくれたんだろ柳いとこはなまって指輪を抜きましたこんなもので済めば幸いといった色がその美しい顔の表情をひどく高ぶらせますそれだって安くはなかったよ 俺がかってやったんじゃないか俺がハぐのに不思議はあるまい争うことの不利益を悟ったのかいとこはくるくると帯を解きますそれから着物だあなたはまさか私を裸にするつもりじゃないだろうね細帯一つになった女優は丹羽孝一の冷酷な事務的な言葉を聞いて さすががにえりました。お前は一度俺を裸にしたじゃないか俺は何もかも失ってしまったがお前は家へ帰ればまだたくさんのものを持っているここから虎ノ門のアパートまで花形女優の柳井こが裸で道中するのもしゃれてるだろうえっさあ縫うだ 嫌なら手伝ってやろう不服なら巡査でも野獣馬でも何でも呼んでみるがいい恐ろしい復讐でした日比谷公園から虎の門までオルガごとき往来の中を花形女優に裸で歩かせようというのは何というつむじの曲がった企てでしょうその上関東新報の記者を2人藪影の特等席へ呼んだのは 今は間違いもなくこの男の仕業だということがわかります。いやいやいや脱げと言ったら脱ぐんだ脱がなきゃ。不気味な目が二つ。キングルイジミタネ審査で美しい女優の姿を追います。手には何やら刃物を持っている様子。立っていやだと言ったらどんなことをするかわかりません。 飛び出そうか飛び出そうかと潮時を見ていた足の井さんも妙に悩ましい丹羽い一の目に居すくめられて追いはぎ退治の人役を買って出る出鼻をくじかれますちくしょう柳いとこほどの女をはうくははさぞ本望だろうモデルは安くない,よ見るがいいいなよが細ひもを解きました。 それでも明かりに背いて合わせの襟を滑らせると丸い真珠色の肩が夜の空気にほのかに匂うようです新聞記者勇あの男を追っかけるんだそれから一番先にデックアした自動車を呼んで霞門の外で待ってもらうんだ合点 あだ名まで取った得意のいだです中距離走の要領で駆け出す勇を見送って千草十次郎は女のそばへさあ柳さんせめてこれでも引っ掛けて外へ出ましょうセルの上へ羽織った炉の夏羽織を取って消えもいりそうな真珠色の女の肩へかけてやりますあっ千草さん 商売柄この名記者を知っていた柳いとこの顔には新しい苦悶の色が浮かびます何にも知らずに無名の手紙で呼び寄せられたんですしかし新聞記者は見たことをみんな新聞へ書くものと思ったらあの男は大変な遺産をしたでしょうえじゃあ今晩のことは大丈夫書きやしません それより急いで帰りましょうイサムは多分霞門まで自動車を回していてくれたでしょうありがとうちぐさん本当に感謝するわこの美しい女優を抱き上げるように公園の外へ出ると果たして1台の自動車が人待ち顔に止まっております不思議そうな顔をする運転手には百円札を何枚か それで何もかも封じてしまいます炉の羽織に包まれた美しい女優と並んで虎ノ門のアパートに着いたのは9時半過ぎでしたろうちぐさんここから帰っちゃ嫌よ今晩は私客をしているんですあなたも臨時のお客になって玄関からまっすぐに私の部屋へ通ってくださいね私は裏からそっと入って女中に着物を持ってこさして入っていくわ いいでしょねそうでもしないとお客様の手前をごまかしきれないわちょっとの間だけ久美子につなぎを頼んではきたけれどええ帝都劇場の橘久美子よあの人はドジだから心配よねっねっ千草十次郎はそれにもかかわらずこのまま帰ろうかと思いましたが柳いとこは早くもその煙を察して あなたは本当に親切よ。しっかりお礼がしたいわ。ね。帰っちゃいや。いきなり柔らかな腕が。十字路の体を。引き留めます。陥落の渦。あら。どうなすとの。お客を放り出して、くもがくらはひどいよ。 ずいぶん長かったわ。まさか夜逃げをしたんじゃあるまいね一座の客は柳いとこを取り巻いて半言を描きましたみんなで6人半分は女優で半分は男金と知恵には困ったことのないような顔をしている人種ばかりです美しい主人公の帰ったのを見て急に踊りの輪が崩れたのでしょう 電気蓄音機にかけっぱなしにされたジャズのレコードは一番俗悪で一番刺激的な歌を臆面もなく歌い続けておりますすまなかったわねそのかわりすばらしい冒険をやっちゃったわどうなすったの日比谷公園へおびき出されて身ぐるみ剥がされちゃったのなっちゃいないわねもう なるほど気が付いてみるといつの間にやらいとこの着物が変わって西洋人が着るような素晴らしい悠然ちりめんの一重になっておりますその代わり私を救ってくれた一人の勇士を紹介するわぐさ十二郎関東新報社の社会部長よこの方を知らないと芸人でも芸術家でももぐりにされるわ指さされた入り口の扉を背にして立ったのは こののとはそぐわない、すで知ってる顔も知らない顔も一あたり軽い木霊を交わすと話題の中心はまた柳いとこの襲撃事件に移っていきますでどこも有名な石郷氏はくさび形のひげを剃らせてこう応用に言います。 柳いとこの新しいパトロンをもって任じている富豪で言葉遣いの存在なのは身分柄のせいばかりではありません。怪我なんかしないけれど、公園の真ん中で身ぐるみ剥がされちゃったんだから、そりゃ悔しかったわ。こんなことと知ったらこれでも持っていけばよかったのに。部屋の中ほど。窓際に据えたテーブルの引き出しを分けていとこは？ 何やら見るとそれは拳の中へ隠れてしまいそうなきゃしゃなピストル危ないじゃないのそんなものを振り回しちゃう大丈夫これでも弾はちゃんと六発とも込めてあるんだからああ、なお悪いわじっとしておいで的が動いちゃ困る 冗談じゃないおやしひょうあれかなきり声を上げて飛び上がったのは同じアパートの隣の部屋を借りて住んでいる市井一恵子という同じ帝都劇場の花形柳いとこに劣らず美しいくせに柳いとこと姉妹のように仲良くしている女優でした競争者の地位にいるこの2人がこんなに仲の良いことは 帝都劇場にとってもどんなに幸せだったか分かりませんもっとも柳いとこは喜劇的で明るくて篠井千恵子は悲劇的で暗く同じように美しいといううちにも性格も役柄も違っているのが、かえって2人の遊戯を細やかにしたのかも分かりません10坪ばかりの部屋の中を美しい男女はしばらくキャッキャと逃げ回りました これはいとこが客間とも今とも使っていた部屋で一方は境の戸は厳重に閉ざしているが市の一恵子の借りている部屋には通じ一方は廊下を隔てて女中部屋に面し一方は窓一方は小さい寝室に扉一つで通じております部屋のちょうどはなかなか洒落たもので窓掛けも椅子もテーブルもシャンデリアも存分に贅沢な趣味と 無法な浪費とを物語っております建物はこの説の高等アパート並みに鉄筋コンクリートですから夜中まで騒いだところで同宿人を困らせるようなことはめったにありませんしばらく女たちを追い回していたいとこはいきなり長い巣へ体を放り出して「ああああなんて臆病な人たちだろうそんなこっちゃ鉄砲屋の前も通れやしない。 ピストルが怖いんじゃない持ち手が恐ろしいんだわ全く何をするかわからないから言ったわねちえちゃん言わなくってさ少し今晩はどうかしてるわよそうだろうとも日比谷公園へ引っ張り出されて身ぐるみ剥がされてごらん誰だって少しはどうかするから千恵子は同じ長椅子に腰を下ろして そっといとこのピストルの手の上へ自分の手を持っていきました油断を見て取り上げようと思ったのでしょう派手な和服と派手な洋服とおよそ似つかわしくない2人の様子ですがその辺りに醸し出される空気にはなんとなく舞台の上のような劇的な趣がありますどっこいそんなことだろうと思ったあっ 智恵子はピストルを突きつけられて驚いて飛び上がりました。油断を見すまして取り上げようとしたのが見事にしくじってしまったのです。みんな怖がるからこうしようね。ちえちゃん。いとこは立ち上がって、部屋の一方書斎に使っている大テーブルの後ろのカーテンを引きました。思い折物によりものにどんだ。光がさっと入っていくと。 中から現れたのは踊っている美しい女。と見たのはおよそ世にも成功にできた等身大の美人像ですピストルは美人像の手におぉ<う>一座の人々は思わず簡単の声を漏らしました。 噂にだけは聞いておりますが柳いとこが魂を打ち込んで可愛がっているというこれはその道でも有名な美人像だったのですもとよりザラのショーウィンドウなどにあるような人形ではありません一時世に鳴らした彫刻家丹羽孝一が新婚を打ち込んで刻んだ出世作で飲みの跡も匂うような木彫りに木目を生かす程度に彩色を施し 素人目には限りももなくく美しく仕上げたものです三年ばかり前、猿展覧会に出品されて、豪々たる賛否の中に世の主張を集めた作品ですが、その頃から有名になりかけていた女優の柳いとこが、作者の丹羽孝一にせがんでもらい受け、それが縁になって、2人は同棲するまでになった由来付きの彫刻です。クロート筋からは 題材が今用ぎて属ではないかと言われ、美しい単祭も当時専門家の間には大分論議の種になったこともありますそれにもかかわらず素人の人気は非常で会期中この像の前は観客の黒山を築き絵はがきの売高はレコードを作ったと言われております上品な夢見るような顔も美しいがとりわけこの像の値打ちは その顔の高画な表情に似ず妖艶極まる不思議なポーズだとされておりましたこれならいいでしょいとこは踊る美人像の前に立ってピストルをその右手に持たせましたが踊りの姿勢になっている手になかなかピストルは止まっていません悪い人は遠慮なく打っておくれよ。ねえ京ちゃん。 たもとからハンケチを出してとうとう美人像の手にピストルを祝えてやりました「京ちゃん」というのはそのころ丹羽光一と柳井こが愛の巣を見守っているこの美人像につけた名前だったのです少し埃りっぽくなってるわかわいそうについでに袖で埃りを払って人形の冷たい方へ自分の温かい方を。 あら石吾さん焼かなくったっていいわこれは魂があるにしても女の人形よ <laughs> もう一つ美人像の方に自分の方を当ててつと身を返しますさあ踊りましょうよめちゃめちゃに電子蓄音機が再び童毛にフォックストロットをうなって 女中はせわしくグラスを運びかえますあしたは帝都劇場の初日だろうもうぼつぼつ引き上げたほうがよくはない石郷士は誰れともなくこう言いますたぶんみんなは引き上げてくれわしだけ残るといった謎だったかもしれませんいいわよまだ10時少し回ったばかりじゃないの12時までは大丈夫よ 踊りの輪はまた生き生きと回り始めました和服姿の千草十次郎はそぐわない心持ちでまじまじとこの陥落の渦を眺めております入るべからざる金言に入り込んで見ては悪い妖精の乱舞を見ているような異様な自責に息が弾みます踊りの輪は怪しくも華やかに咲き崩れます アルコールに浸った狭い部屋の空気はこの6人の男女を着るいじみた興奮に誘っていくのでしょうちぐさんそっとささやくように呼びかけるものがあります振り返ると日陰に咲いた花のような若い寂しい娘が一人物言いたげに十次郎の顔をさしのぞいておりますどなたでした 柳いとこに美しい歌い手の妹があることを聞かないではありませんがそれが陥落の渦を巻くこの部屋の隅っこに置き忘れた人形のように誰にもかまわれずにいようとは思いもかけなかったのですもっとも気が付いてみるとゆきこは足が悪かったのです 足の悪い人がジャズに踊り狂う。一座に入っていたら、どんなにみじめなものか、十字路はつい道場らしい。目をこの娘の寂しい顔に注いでおりました。申し上げたいことがあるんです。そして、おち恵を拝借したいことが。訴えるような眼差しを見ると。十字路はついこう言わなければなりませんでした。 廊下へ出ましょう。少し風に吹からないと得です2二人は廊下をまっすぐに進んでこのアパートの浅いベランダに出ておりました千種さん今晩姉の身の上にどんなことが起こったでしょう詳しくお話しくださいませんか私心配で心配でたまらないことがあるんですゆきは、 物の影のように寂しく寄り添います。と言うと、姉の命は誰かに狙われているんです。どうしてそんなことがお分かりです。ご存知の通りの姉ですから、一向気にしませんが、それはそれは恐ろしい脅迫状が、毎日のように舞い込むんです。それから舞台で、 姉の頭の上へ倒れるはずのないオー運ンが倒れたり姉の取り寄せたランチへ毒薬がふりかけてあったり後から後から怖いことが起こるんですこの姉思いの妹は本人のいとこよりも神経を悩ましているのでしょうこう話すうちにもほっそりした体は痛々しく震えておりますそれは放っておけない。 明日にでも私から警視庁の花房君に話して何とかしてもらいましょうまああまり心配しない方がいいでしょう気休めと知りつつも十次郎の口からはついこんなおざなりが出ますそれほど相手のユキコはおびえていたのです恋の廃山者新聞屋の先生 面白かったろう <laughs> こう声をかけられて芦野勇は思わず立ちすくみました後をつけてきた相手に呼びかけられては誰でもちょっと面食らいます驚くなよわざわざ手紙で招待して特別席からの活劇をお目にかけたんだ遠慮することはない明日の新聞には三段抜きかなんかで頼むよ 女優柳井こ日比谷公園で身ぐるみはがるなんていうのは全くいい見出したぜちょっと徳田れるようだねりを出しな勇の前へぬっと片手を出したのは言うまでもなく彫刻家丹羽孝一という落ち果てた姿ですもっとも亭主が女房を剥いだんだからこれは泥棒じゃないぜ。 面食らって恐れんながらと決めるととんだ恥をかくかもしれない念のために申しておくがねえ君なんかもこの手はちょくちょく用いるだろうハハハハ隠すな隠すな何まだ女房がねえ情けねえ男だな女房がなきゃ女給でも森りっ子でも入ってくるがいい二人はいつの間にやら日比谷の電車通りへ出ておりました そのあたりで一杯やろうよ。今度はイサムの方から水を向けます。ありがたいね。君はなかなか種取りに熱心だ。きっと出世するよ。足のイサムは今いましそうに下打ちをしましたが、それでもこの男を逃すのが惜しかったので、最寄りのバーへ引っ張り込んでしまいました。それから三時間が経り、二人はすっかり寒天開いてらして。 スキー橋から銀座へ手当たり次第に五六軒のみ回りました。どちらも行ける口で話が面白いと聞ていますから、はじめは苦がいしいと思った足のイサムもいつの間にやらこの小ぎたないボヘミアンと腕を組んで銀座のペーブメントを鼻歌で押し回すほど酔っておりました。あぶねえ新聞屋の先生、それにつけても女は悪魔だ。 君なんかも気をつけなきゃいけないぜ。柳いいところって昔はあんな女じゃなかったんだがいつの間にやら咽頭の生活に踏み込んで今じゃ手のつけようのない妖魔になっちまいやがったあの女のために心情や名誉を棒に振った男は何人あるか数えきれはしない俺なんかもその一人さ自殺したり 殺されたりした人間もあるはずだからこれでも俺は浅手の方なんだ陰鑑な龍馬柳井この罪悪事がアルコールに燃え盛る庭光一の下で残すところなく書き尽くされました「ザ・電車がなくなったようだぜ帰ろう」と言い出したのは7軒目のバーで12時を聞いた時でした ねえ、新聞屋の先生こんな特別上等の特ダレを持っていくんだからどうせ今晩の会計は完否にしてもらえるだろうがそれにしても庭羽一ともあろう者が一銭も出さないと言われちゃ恥だなあ亭主これでも取っておいてくれ時間過ぎの客に気をもんでいる亭主の前へポンと放り出したのはさっき柳いとこの指から抜いてきた ダイヤ入りの指輪です女優の開始女優柳いとこが不思議な死にざまをしたと知れたのはその翌日の午後夕刊の締め切り近い時刻でしたイサム飛んで行ってくれできるだけのことをして剣士の模様を夕刊へ入れるんだよし 足のムは自動車の後押しもしかねまじき勢いで飛び出しました千草十次郎は飛んで行ってみたいと思いながらも勇敢の仕事があるのでどうすることもできません日頃編集者は窓の外で人殺しがあってもテーブルから動くな「冷静を書くのは一番悪いことだ」と言っている編集長の手前用事にかこつけて外へ出るわけにもいかなかったのです そののうちに女優殺しの情報がいくつかの社会部通信市内通報員の電話特別通信などを総合して千草十次郎は勇敢の記事を整理しなければなりません午後2時最後の締め切りという時までに集まったところによると女優柳いとこの開始に関する情報はざっとこんなものでした 昨夜柳いとこの客が帰ったのは10時半頃いとこと特別関係があると思われている石郷氏はみんなの後まで残って何かいとこと争っておりましたがそれも11時前には引き上げてしまいました話の内容は分かりませんがその時までいとこにひ孫をしようと思って廊下に残っていた妹のゆきこと隣室を借りている女優の篠井千恵子が 激しい言い争いのあったことを証言しております石郷氏と由紀子と前後して帰りました隣室の篠井一恵子が伝統を消して寝たのはちょうど11時それからはこのビルジングに一人の訪問者もなかったことは門番夫婦が明言しておりますあくる日というと今日です いつも10時ごろに起きるいとこが11時過ぎても顔を見せなかったので廊下を隔てた女中部屋にいる女中のおなおがまず心配しだしました12時には帝都劇場から電話がかかってきまして初日の打ち合わせがあるから2時前には楽屋入りをしてもらいたいというのですおなおはそれを取り次ごうとしましたがどうしても戸は開きませんノックしてもダメ 大きい声で呼んでもダメ仕方がないので門番を呼んできて代わりの鍵で戸を開けてもらったのです女中のオナオは鍵を持っていなかったばかりでなくいとこの持っていた鍵も戸の鍵穴へ内から差し込んだままになっておりました戸は当然いとこの手で内から締め切ったままと見なければなりません門番の大鍵は手提げかばんに入れて このない門番夫婦の間へ置いて川の字なりに寝るくらいですから盗み出して元へ返すことなどは思いもよりませんところで戸を開けた門番のじいと女中のおなおはたった一遍で腰を抜かしてしまいました主人の柳いとこはゆうべのまま派手な友禅ちりめんを着たままテーブルの上へ うつむきになって死んででいたのです後ろからは恐ろしい血潮が噴き出して金と銀とで大柄な模様を出した帯の上にたまりその先は床に流れてぜいたくなじゅうたんに恐ろしいシミを作っております時をうつさず係官は出張しました検の結果 傷は背後からピストルでまっすぐに撃ち抜かれたものと分かりましたが弾は胸骨に止まっておりますから絶対に自殺ではありませんが同時に犯人の入った形跡も絶対にないのですそればかりではありません弾はいとこの2件ほど後方にある踊る美人像の手にハケチで縛ったピストルから発射されたものでこの場合 美人像が引き金を引いたとでも思わなければどうしても解釈の方法がありません廊下に面した戸は締め切った上内から鍵が差し込んであったとすればここから入れる通りはありません他に戸が2つ1つは寝室に通じておりますが寝室は一方口でここも問題にならずもう1つの戸は隣の篠井千恵子の部屋に通じておりますが これは長い間釘付けになって絶対に開けた形跡がありません床にも天井にも四隅の金網を張った小さい空気抜きのほかにはネズミの通れるほどの隙間もなく窓は寝室のも客間のも厳重に閉ざされていちいち掛け金が下りておりますからここから入れる道理もありません編集局の机の上に集まった情報はこれだけです この記事を適当に整理してセンセーショナルな見出しをつけて十二郎はほっと額の汗を拭きました悪い人は遠慮なくくっておくれ、と言いながらピストルを美人像の手に持たせ引き寄せるように頬ずりをしていた昨夜のいとこの筐体を思い浮かべてぐさ十二郎はすっかり憂鬱になってしまいました。 シングさん、さん、電話。気がつくと、助手が受話器を持ってこっちを見つめております。どなたああ、イサムか。何謙義者が挙げられた誰だ何イシゴウどうして殺したんだ何そこまではわからない。呆れたなあ。よしよし、それだけでも勇かへ入れておこう。 あと引き続き続やってくれ長官へはことによったらゆうべの事件もぶちまけようあれはいい得種になるよいとこが死んだんだからかまわないだろうよさようならしっかり頼んだよ鍵穴から潜る人柳いとこの開始事件は全くセンセーションそのものでした 新聞は毎日煮えくり返るように書き立てましたが犯人はどうしても上がらないばかりでなく事件の真相も絶対に分かりません石郷氏は身分の関係で任意同行の形式で取り調べられましたが間もなく釈放されてしまいました女優と最後に争ったのは事実ですがそれは前の常人から送られたという美人像に いとこが不思議な愛着を持っている様子を見せつけられて妙に嫉妬を感じたというに過ぎなかったのです全く石格子がどんなにほっそりしていても鍵穴や戸の隙間から入って人を殺せるわけはなかったのです続いて関東新報の記事柳いとこが前夜日比谷公園で脅迫されたというのにヒントを得たのでしょう庭一が キチン宿かららあげれましたしかしそれもダイヤの指輪といとこの着物を入室しようとした以外には犯罪と関係のある証拠は一つも上がりませんそれにいとこの殺された推定時間12時前後には足のイサムと銀座辺りをはしごで飲み回っていたのですから立派なアリバイを持っているわけです ガストン・ルルーの書いた黄色の部屋の犯罪のように外で撃たれた柳いとこが何か重大な理由で苦痛をしのんで部屋の中へ入って倒れたのではあるまいかという説を立てた人もありますが死体解剖の結果そんなことは絶対にありえないということが証明されました第1部屋の外へは血が一滴も流れていないのですから 死体解剖を待つまでもなく、そんな探偵小説じみた解釈は成り立ちません。兄貴、三人目の容疑者が上がったぞ。足の勇が帰ってきたのは、その翌日でした。誰だ隣室にいる女優の死の市恵子さ。えこれが一番本当らしい。何回 ちえ子は鍵穴から潜って隣室の柳いとこを襲撃したとでも言うのかちょほたんじゃない。まあ聞いてくれ。ちえ子がアパートの窓の外にある幅3寸ほどのコンクリートの張り出しを伝わって隣室に行き、多分一つだけ開いていた窓から入っていとこを殺したろうというのだ。で、どこからどうして帰ったのだ 元の窓から出て、もう1度張り出しを伝わって。待ってくれ。それじゃあ千恵子が逃げた後で死人のいとこが起き上がって、証拠を隠滅するために自分を殺した。千恵子の出て行った。窓を閉めてやったとでも言うのか。どうもお先っ端をして困るな。そうじゃないんだ。窓は千恵子が出るとき、上から激しく下ろしたはずみで。 一人でかけがねが降りたろうというのだ。本当にそんなバカなことを言う人間があるのか呆れたもんだ。あのかけがねは最新式ので指でぐいと回さなきゃ降りないはずだ。気の毒だがもう一度言ってみはってくれ。ちえ子はすぐ返されるに決まっているから。やれやれ。やりきれないね。 口では不祥不祥に言いながらも、足の勇は持ち前の気軽さで、猟犬のように飛び出してしまいました。名探偵の出馬、それから三月経ちました。事件は完全に迷宮に入って、女優殺しの犯人は永久に上がりそうもありません。多分 世間ではこう言いましたあの女の咽頭な生活を憎んで美人像が殺したんだろう名作に気づいは昔から付きものだと警視庁の花草一郎が事件の中心に飛び込んできたのはもうすっかり夏になってからのことですいとこの妹のユキコがせめて姉の敵をと言って 十次郎に泣きついたのが発端でこの寂しい娘のためにかつて姉を保護する役を果たすことのできなかった十次郎はその足ですぐ花房一郎を訪ねたのですそれは困る所轄署への遠慮でなかなか腰を上げなかった花房一郎も十次郎と節子に口を酸っぱくさせたあげくとうとうでは 調べて見るだけでもということになりましたそれから3日花房一郎はいとこの殺された部屋にこもりました「日本家屋にはめったにない秘密の通路でも発見する気だろう」とか「床から壁から天井まで一尺四方ずつに区切ってなめ回るように調べているだろう」とうわさされましたが事実は大違い。 いとこの部屋にこもった花房一郎は電気蓄音機を聞いたり新聞を読んだりタバコを吸ったり一向取り留めのない顔をして暮らしていました4日目の朝急に電話をかけられてユキコと十二郎がやってくると「今晩小さい舞踏会を開いてください」「いつぞやの晩と同じ顔ぶれで同じ人数で」 すすっかり同じことをやるのです飲み物も何もかもあの晩の通り繰り返さなければなりません事情があってもなくても個人の追悼の意味で是非出席してもらいたいというのですそれでも来られないという人があったら私の名を持ち出してもかまいません花房一郎の顔には何かしら素晴らしい計画がありそうです 奇跡は現れたあの番の通り繰り返してください一つも違ってはいけません2と2をかければいつでも4になるように同じ原因を積み重ねていけば必ず同じ結果になるものです花房一郎の言葉に一座の人たちはあっけにとられております一座というと、いう あの事件があって以来すっかり評判を悪くしてしまった一号子をはじめ気味が悪いと言って隣室から3日目に引っ越してしまった女優の篠井千恵子柳いとこの妹のゆき子それに千草十二郎あとはいとこの女弟子橘久美子いとこの同系者で四終ここに出入りしていた若い紳士が2人それに花房一郎を加えて 都合8人です花房一郎の計画を聞かされると石郷氏は「ふふん」といった顔をしましたが相手が相手なので素ばやく取り繕って真面目にうなずきますところで死んだいとこさんの代わりは帝都劇場の舞台と同じように篠井一恵子さんに勤めてもらわなければなりません篠いさんの代わりはゆき子さんがやるのですさあ 花草一郎は一人飲み込みに飲み込んで八木間屋にジャズのレコードをかけたり途方もなくにぎやかな話を始めますがみんなの心持ちはあの晩の通りになるどころではありません舞踏も不祥不祥話もとかくめいりがちでお通夜のような重い心持ちが部屋の中にみなぎります「これでよしと」 この辺りでちょうどちぐさくんが入ってきたことになるだろう。おなおさん、飲み物を間違わないように。なんという不思議な再現でしょう。舞台監督の花房一郎が浮かれれば浮かれるほど、部屋の中の空気は次第にちぐはぐになるばかりです。この辺でいとこさんは、踊る美人像の手へピストルを持たせたのでしょう。これは私が代わってやろう。 用意してきた同じような小型のピストルをこれも特に用意したらしい女持ちのハンケチで美人像の右手に固く縛ります11時が鳴ります皆さんは帰る時刻ですいや本当に帰ってはいけません帰ったことにして戸だけを開けてまた閉めて部屋の隅の方にかけてもうしばらく様子を見ていてくださいそれからお気の毒ですが 石郷さんはいとこさんの代役千恵子さんと言い争いをしなければなりません最初石郷さんはどんなことをおっしゃいましたなんというバカバカしい芝居でしょう石郷氏はすっかり腹を立てて黙り込んでしまいましたよろしいよろしい立って実演しなくても言い,い争いがあったと仮定しましょうところで今度は私が石郷氏の代わりになって 腹を立てて外へ出ましょう。ちえ子さんはそのままテーブルの前にかけていとこさんがやっていたとおり少しうつむきになっていてください後ろを振り向いてはいけませんよちえ子は真っ青になりました後ろを振り向くどころの沙汰ではありませんテーブルの前に死んだいとこと同じポーズで座るのは首の座へ座るような恐ろしさでしょう が花房一郎はそんなことに少しも頓着しません私が石郷さんの代わりになって部屋の外へ出たらどなたか戸の鍵をかけてそのまま鍵穴へ入れておいてくださいああこの役目は千草君がいいいとこの代わりになった千恵子はテーブルの前にかけて美人像に背を見せたまま身動きもできないほどの恐怖にさいなまれております 目はすっかり見開いてしまって愛のような顔に恐ろしい神経性の痙攣が走りますあとの7人は部屋の一隅に固まってカーテンの間からわずかに見える美人像の手先そこに気味悪く光るピストルと千恵子の打ち震う姿を見つめております1分2分3分と過ぎました 最初は嘲笑していた石子の顔もすっかりこわばって一座は本当に大きい息をつくものもありませんとうとう奇跡が現れましたいきなりドーンととどろくピストル美人像の手から一畳の炎が走ると見るやうん<ー>的になった千恵子はそのまま気絶して テーブルににうつむきになります。戸の鍵を開けると一陣の風と一緒に飛び込んだ花房一郎美人像はやっぱりピストルを撃ったでしょうしかし今度のは空砲だから怪我はないはずだずかずかと気を失ったしの井美智子の前へ抱き起こして解放するかと思うとそうではなくて気を失ったままの女へ がちりと手錠をはめてしまいましたお騒がせしてすみません犯人はこの女です皆様はどうぞご随意にお引き取りくださるように花草一郎は陰銀にこごしをかがめます打ってかわって早さのような軽敏な面だまし石格子にあざけられた間延びのした面影などは もう微人もありませんどうして千恵子を犯人と分かったんだあくる日の朝警視庁の記者クラブで花房一郎はニコニコしながらこの問いに答えましたあの美人像の手に縛りつけたピストルを発射させえるものは千恵子より他にないのだあの晩石格氏が帰ってからすぐ 知恵子はもう一度いとこの部屋を訪ねるといとこは美人像のピストルに背を向けたままテーブルに顔を埋めて泣いていたのだでふと見ると美人像の後ろが自分の部屋との境の戸で戸は厳重に閉まっているがピストルの後方一尺くらいを隔てて水平の位置に鍵穴があることを発見したんだそれが知恵子のためには恐ろしい誘惑さ 舞台の上で自分の競争者であるばかりでなく長い間自分に目をかけてくれた石格子までが近頃すっかりいとこのものになったのを見てさりげないようにしていても腹の中は煮えくり返っていた矢先だところでピストルをどうして発射させたというのかまだわからないかな千恵子は細くて丈夫な紐を1本用意してその隅っこを 3つ4つピストルの引き金に巻きつけ一方の隅っこを境の戸の鍵穴を通して自分の部屋へ通したのだそして用心が悪いから私が帰ったら後ろの戸を閉めてくださいよとかなんとか泣いているいとこにおためごかしを言って引き上げいとこが戸を閉めて元のテーブルの前に戻った様子を鍵穴から覗いて確かめた上 ピストルの引き金に絡んだ紐の端っこを鍵穴を通して向こうの部屋から急に強く引いたのだ。ピストルは発射する。紐の先は祝えてないからそのまま引かれてこちらへ来る。証拠は毛ほども残らずに憎い相手はピストルに撃ち抜かれて死んだ。これで全部だ。 そんなに事件がよくわかっているのに、どうしてあの晩の出来事を再演させたかというのかそれはこうだ。あの犯罪はあまりに巧妙すぎて、とても一通りの女の考え出せる手ではない。千恵子にそういないと理屈の表は示していても、万一違っていては大変だ。そこで、あの間の抜けた芝居を思いついて、犯罪当夜のことをそのまま再演させたのだ。 どんなに気の強い犯人でも自分のやった犯罪を冷静に二度繰り返せるものではない。私は千恵子の心の動きを見たかったのだよ。花房一郎はこう言って記者室を出て行きました。